それではこれより会議を開きます。内閣提出国家公務員法等の一部を改正する法律案並びに渡辺芳美君ほか3名提出国家公務員法等の一部を改正する法律案渡辺芳美君ほか5名提出幹部国家公務員法案津村圭介君ほか4名提出国家公務員法等の一部を改正する法律案国家公務員の労働関係に関する法律案及び公務員庁設置法案の各案を一括して議題といたします。本日は各案審査のため参考人として青山社中株式会社筆頭代表 CEO 中央大学客員教授朝比奈一郎君、はい、早稲田大学法学学術院教授島田洋一君、はい、千葉大学大学院専門法務研究科教授下井康史君、はい、日本国家公務員労働組合連合会中央執行委員長宮垣忠君、はい、以上4名の方々からご意見を受けたまることにいたしております。この際参考人の皆様に一言挨拶を申し上げます。本日はご対応中のところをお越しいただきまして誠にありがとうございます。法案につきましてそれぞれのお立場から忌憚ないご意見をお述べいただき審査の参考にさせていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。次に議事の順序について申し上げます。朝比奈参考人島田参考人下井参考人宮垣参考人以上の順番でお一人15分程度ご意見をお述べいただきその後委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。なお参考人各位に申し上げますけれどもご発言の際にはその都度私委員長の許可を得てご発言をいただきますようお願い申し上げます。また参考人は委員に対しては質疑をすることができないことになっておりますのであらかじめご承知を気願いたいと存じます。それではまず朝比奈参考人にお願いいたします。はい、ただいまご紹介いただきました青山社中筆頭代表 CEO 中央大学客員教授の朝比奈でございます。本日は国家公務員法等の一部を改正する法律案などにつきまして私見を述べさせていただく機会を頂戴いたしまして誠に光栄に存じます。関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。まず所見を述べるに先立ちまして簡単に自己紹介を兼ねて私の立ち位置について述べさせていただきます。私は現在日本を活性化するための組織青山社中株式会社の CEO を務めており主要業務の一つとして政党や議員個人などに対する政策作成等のアドバイザリー業務をさせていただいております。同時に中央大学客員教授として行政学について講義研究等を行っております。従いまして本日のテーマである公務員制度改革につきましても民間人の立場から客観的に制度を見続けているという立場でございます。一方で現在の会社を創業しましてまだ3年でございましてそれまでは約14年間霞が関は経済産業省の方に勤務しておりました。エネルギー政策やインフラ輸出政策等々ですね、非常にやりがいのある仕事をさせていただいておりましたが同時にですね、若手官僚として率直に申し上げて閉塞感というものも感じておりました。かつての私を含めですね、若手官僚の多くは命を削ってですね、深夜残業休日出勤も厭わずに必死に仕事をしているところでございますが彼らはですね、残業などの業務の多忙さそのものに、それへの不満からだけですね、閉塞感を抱いているというわけではございません。むしろですね、多忙であるがゆえに本質的な政策の企画立案あるいはその実施に時間が使えないかと、結果としてですね、政策がなかなか刺さらない、そしてもどかしさ何のために忙しいのかわからない、こういうところにですね、非常にこう問題を抱いているわけでございます。いわばですね、成績の上がらない受験生のように、大変こう時間だけ忙しく働いている割にはですね、効果が見えなくて世の中からバッシングされですね、そういうことに対して閉塞感を感じていて、ひどいケースになると命を絶ったりということもございます。私もそうでしたし少なくない若手官僚が国難の時にあって今こそですね、霞が関がもっと効率的効果的な政策を作るべきなんじゃないか、そういう体制にするべきなんじゃないかと、
まあ、こういうふうに思っておるわけでございますが、まあ、そんな中で、まあ、私は若手官僚仲間と一緒にですね、まあ、省庁横断的な改革の会であります、新しい霞が関を作る若手の会というものをですね、まあ、これ通称プロジェクト K と呼んでおりますが、まあ、現在まあ 3代目の代表のもとですね、いろんな活動をしているところでございますが、まあ、組織しまして役所を離れるまで約7年にわたって代表を務め、まあ、司令塔組織のあり方、公務員制度のあり方、業務改革のあり方等々についてですね、単なる批判ではない建設的な提案というものを書籍の形、あるいは政権幹部への、直訴という形でですね、実名を出して行ってまいりました。まあ、先生方は普段ですね、どちらかというとおそらく役所の幹部の方々とのお付き合いが多いのではないかというふうに思いますが、本日はぜひですね、まあ、下々の公務員と申しますが、特にですね、まあ、国や社会のために貢献したいと感じているですね、若手公務員の立場に寄り添っていただいて、公務員制度に関する私のお話を聞いていただければというふうに思っております。で、時間も限られておりますので、主にですね、3つのポイントに絞って申し上げたいというふうに思っております。まず第一の点なんですけれども、これはですね、まあ、公務員制度を貫く哲学、まあ、すなわちですね、真の課題は何でですね、まあ、ボーリング等に例えて言えばセンターピンは何なのかというところをぜひ分かりやすく打ち出していただきたいという点です。学者レベルですとか、まあ、あるいは現場レベルでですね、まあ、公務員制度について、いろんな議論をするとそれこそ無数に課題が出てきます。評価制度の不備でありますとか、政官関係についての課題、若手の士気低下、天下り問題、専門家の少なさ等々ですね、もう枚挙にいとまがありません。まあ、それぞれに重要な課題であることは確かなんですが、しかしですね、まあ、企業の人事制度改革から見ても明らかなように、まあ、耳当たりのいいといいますか、いろんなですね、まあ、成果主義ですとか、さまざまな、いい政策と言われているものをそれごったににしてですね、これ改革をしていくとですね、もう訳が分からなくなっていく。で、組織全体としてですね、一体何を目指して、そしてどこを変えていけばいいのかと。いうところをですね、ぜひ中心に据えていく必要があるんではないかと思うわけです。まあ、机上の空論でですね、まあ、理屈が正しいからということで、あれもこれも一度にやってですね、そして現場やですね、まあ、あるいは国民にとってよくわからない改革になるということが、まあ、非常に問題であるんではないかというふうに思います。したがって、まあ、ボーリングで言えばまずセンターピンは何なのかということになるんですが、まあ、私はその点ですね、常々公務員制度改革のセンターピンの一つの有力な候補は、これはまあ縦割り行政の打破という哲学を分かりやすく掲げることではないかというふうに感じております。真にですね、国民のためになるいい政策を作るためには、縦割りの弊害の象徴とも言うべきですね、各部局間の調整コストというのをどれだけ下げるかというのが、まあ非常に重要な鍵になります。で、今回のですね、各党の公務員制度改革関連法案等をですね、拝見させていただくに、まあ、一つの大きな共通点は、まあ、内閣における適格性審査やですね、幹部候補者名簿の作成、あるいは内閣人事局の設置という、まあ、縦割り行政の打破ということにつながるですね、施策が共通のものとして見られます。まあ、いわばですね、各省の幹部の顔を内閣に向けさせるということでありまして、まあ、私も若手官僚のこと頃ですね、まあ、和を門に変えるとかですね、まあ、いわゆる手におは修正みたいなことで、ね、もう 一日費やしてですね、交渉したりということもよくありましたが、まあ、そういった無駄をですね、まあ、幹部の意識を共通させることですね、なくすということがですね、非常に有意義なのではないかというふうに思います。で、2番目にですね、第二に申し上げたいのは、今回こそはですね、ぜひ、まあ、何らかのですね、成果、アウトプットというものを、まあ、必ず出していただけないかということであります。で、公務員制度についての問題の指摘はですね、まあ、今に始まったことではございません。今日は資料のに少し持ってこさせていただきましたが、資料1の方を見ていただきますと、まあ、役人学三則というのを書かせていただきましたが、それこそですね、もう1931年から、まあ、例えば第3条なんか見ていただきますと、まあ、縦割りについての問題が、まあ、皮肉を込めて書かれておるわけですけれども、ずっと指摘されているところです。まあ、その後もですね、まあ、土工臨調で公務員制度について議論されたり、しておりますが、まあ、最近の動きだけ見てもですね、まあ、平成9年以来、まあ、私が入った年なんですけれども、まあ、行政改革会議のですね、最終報告でも指摘ありますが、それこそですね、もう何度となく公務員制度に向けた改革に向けたですね、閣議決定や法律というのが出されたり審議されてきました。まあ、しかしですね、まあ、2007年から8年にかけての、まあ、国家公務員制度改革基本法
などのですね、一部の例外を除いてですね、まあ、残念ながら、まあ、ことごとく、まあ、途中で挫折している歴史で、ございます。で、資料2にですね、その概要を書かせていただきましたが、まあ、閣議決定はおろかですね、まあ、法律に年限が定められていてもですね、守られないという、まあ、状態が続いております。で、昨今ですね、閣議決定や、まあ、法律の重みというのが、まあ、決定的になんか軽くなっているなという実感を持つんでございますが、まあ、若干伺った見方をすれば、まあ、公務員制度改革におけるですね、この挫折が、まあ、そういった雰囲気を作っているんではないかと、それはですね、まあ、思えるほどでございます。で、若手官僚の間でも公務員制度改革というのはもう何度議論されてもですね、まあ、政局で結局動かないよと、まあ、こういう感じすらですね、蔓延しているところでございまして、ぜひですね、まあ、この機会に何としても結果を出していただきたいということが重要なんではないかというふうに思っております。まあ、若手官僚はですね、まあ、政治のリーダーシップというものに期待せざるを得ません。まあ、私が申し上げるのも僭越なんですが、まあ、政治家に期待されている役割はですね、まあ、学者でもなければましてや評論家でもないということで、ぜひですね、物事をいい方向に動かす大局観を持った、まあ、実務家としてですね、動いていただければというふうに切に願う次第でございます。まあ、政治とはですね、情熱と見極め見通す力の2つを駆使しながら固い板に力を込めてゆっくりゆっくりと穴を開けていく作業であると、マックス・ウェーバーも言っておりますが、はその板がですね、真っ二つに割れなければダメだということでこうぶつかっているとですね、まあ、何も通らないということでございまして、まあ、皆様政治のプロでいらっしゃいますから、ぜひですね、自説をこう掲げるということだけではなくて、まあ、なんとか、まあ、若手公務員のためにもですね、何らか穴をですね、少し開けていただければというふうに強く思うところでございます。で、第三にですね、申し上げたいのは、仮にですね、まあ、今回その与党案が通る等のですね、結果が出たとしても、まあ、改革はこれで終わりではないと、まあ、いうことでございます。まあ、申し上げるまでもありませんけれども、まあ、仮に今制度というものが器だとしたら、その器にですね、魂を入れていくのは、これはまあ運用ということになってきます。で、例えば今回のまあ与党案を拝見するにですね、まあ、各省幹部のですね、顔を内閣に向けさせて、各省の縦割りを人事面から打破するというまあ仕掛けとして、まあ各省幹部の適格性審査やですね、幹部候補者名簿の作成があるわけですが、これが仮にですね、単に形式的に、まあ、幹部の数がですね、まあ、キャリアが多すぎるんじゃないかとか、まあ、女性の割合をこうしなさいということだけに終わってしまうとですね、まあ、その意味は大きく損なわれてしまうと思います。やはり肝心なのは、まあ、任命協議等にあたってですね、むしろもう内閣がもう原案を作れるというぐらいのですね、まあ、運用というのが、まあ、縦割り打破ということに関して考えるとですね、重要でございまして、そうであるとですね、例えば、まあ、与党の国交法案のですね、まあ、第61条の2のですね、第1項第3号なんかは、まあ、既存のですね、まあ、幹部職員と、まあ、大臣推薦の会務職員の候補以外にですね、まあ、総理や官房長官なんかがですね、幹部候補者をですね、ノミネートできることが読み込めうるわけですけれども、まあ、これ政令でですね、委任されているところを、まあ、今後のその政令ということが非常に重要になるわけでございまして、まあ、その他ですね、幹部候補者のですね、適格性審査の審査対象の人数でありますとか、まあ、若手を登用するための特任高齢の規定でありますとか、まあ、こういうのも全てまあ運用次第というところがまあかなり大きくなりますので、まあ、私自身ですね、いろいろその機構転移要求等々もさせていただきましたが、役人時代、まあ、非常に級別定数とのつなぎとか、まあ、いろいろこうまず事務作業が発生するわけですが、こういうところもですね、ぜひ、まあ、せっかく一元化しているわけですから、ぜひ運用のところでですね、きちんと機能するように見守っていただきたいと切に願うわけでございます。そしてですね、まあ、最後に申し上げたいのは、また今回のですね、公務員制度改革というのは、まあ、全く一つのまあ改革の手段ということでございまして、当然ながらまあ最終目的ではございません。まあ、良い政策が作られて、そしてそれがまあ実施されていくという、まあ、究極の目標のためのですね、霞が関全体の、まあ、場合によってはですね、霞が関を超えた、まあ、国会も含めたですね、まあ、ガバナンスの改革をどういうふうにしていくのかという、まあ、大きな議論がまあ本来あるべきでございまして、で、その目標のためにですね、まあ、企業で言うならば、まあ、まさにその人事制度改革、組織の改革、業務の運営の仕方、まあ、そういったものをガバナンス全体としてですね、見直すということが大事でございまして、まあ、言うならばですね、まあ、霞が関全体のそのガバナンスの改革という中で、まあ、どこの部分を人事制度改革、公務員制度改革で担っていくのか、まあ、組織改革で担っていくのか、
まあ、こういう全体像をぜひですね、意識していただきたいという今後ですね、ことでございます。で、今日まあ一応参考までにですね、資料で、まあ、私ども若手官僚で作りましたまあ、プロジェクト系の改革案というのをですね、資料に入れさせていただきましたが、特にまあ公務員制度改革というところについてはですね、資料の3と4というところに書かせていただいておりますが、まあ、こういったですね、今回 まず一歩は進めていただきたいわけですが、ぜひまあこれで終わりということではなくてですね、今後霞が関構造改革の全体像というところも意識していただきながら、ご議論いただければというふうに思います。まあ、例えばですね、まあ、公務員制度改革の今後ということだけ考えましても、例えば、まあ、私がいた経済産業省もそうですが、まあ、各省ともですね、実は専門家というものは大変不足しております。で、まあ、専門家といいますとこう博士号とかですね、まあ、アカデミックな意味での専門家、そして現場に通行しているという意味での専門家の二通りがあるのではないかというふうに思うわけでございますが、まあ、各省ともですね、例えば文部省にですね、どれだけその教育の現場で経験した人がいるのか、でまた教育学の博士号を持って、教育改革に取り組んでいる人がどれくらいいるのか、まあ、こういった問題もございまして、今国内の時期でございますから、まあ、各省にですね、専門家が、まあ、入っていくような体制をどう作っていくとか、まあ、こういったことも重要になるんですけれども、まあ、その点ですね、まあ、短期的政策としては公募とか、まあ、あるいは中途採用の充実というのは急務なんですけれども、まあ、今回の案はですね、まあ、第54条2項にある採用承認と基本方針についてですね、まあ、公募についてちょっと指針を定めるというこれからというところになってございますので、ぜひこのあたりもですね、今後はしっかりご議論いただければというふうに思います。まあ、結論といたしまして、すいません、まあ、以上ですね、私からの意見は以上でございますが、ぜひですね、まず第一歩ということで何らかの声援をいただければというふうに切に願う次第でございます。ご清聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。次に島田参考人、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました早稲田大学の島田でございます。で、私は大学で、労働法を、教育をし、また研究をしている人間でございます。で、そこで、これまでも、労働法学の研究者という観点から公務員制度について研究をしてまいりました。で、そこでですね、本日はこの労働法学という観点から今回の国家公務員制度改革関連法案についてご意見を述べさせていただきたいというふうに思います。で、そういう意味ではですね、今回の法案の内在的なその検討というよりはですね、ややその外在的なですね、見解ということになるかもしれませんが、ぜひともお聞き願えれば大変幸せだというふうに思っております。で、今回の公務員制度改革の理念については、公務員が誇りを持って職務に邁進し、若い優秀な人材が公務員を目指すことを促す改革ということが掲げられております。また真の政治主導を確立し、政策のプロである公務員が高い倫理観と公共心を持って職務に専念できる公務員制度の実現、こういうことが掲げられておると思います。で、このような基本的な方向性につきましては多くの国民の支持を得られるものであろうと思いますし、私も重要だろうというふうに考えております。で、しかしながら、私の立場、労働法学の観点から言いますと、やはり国家公務員制度改革につきましては、国家公務員の労働基本権問題について、現時点における適切な制度化というのを伴うことが必要不可欠ではないだろうかというふうに考えております。以下、この観点から少しお話をしたいと、このように思います。で、1997年の橋本内閣に始まります、行政改革の一環として、公務員制度改革は、それ以来ずっと、検討をされてまいりました。
で、私の見るところはですね、この公民制度改革問題の検討の過程においては、絶えず長年の懸案でございます公務員の労働基本権問題が浮上してきたと、このように思います。ある意味で公務員制度改革問題のこの間の中では、同時にその労働基本権問題を考えるということが、ある程度は浸透し、しかしなかなかこう実現をしていかないということのその繰り返しではなかったかと、このように感じている次第でございます。で、なぜ、そのような、一見すると、やや距離のありそうな、公務員の労働基本権問題が、浮上せざるを得ないのかと申しますと、現在の国家公務員制度改革でもございますように、内閣に、一元管理をしていくということになりますと、自然的に中央人事行政機関でございます、人事院の機能を内閣に移管をしていく、この問題を避けて通ることができないんだろうと、このように思います。で、しかし、そのことが、同時にですね、多くの方がご認識かと存じますが、労働基本権問題の再検討を促してきたこともまた事実だろうと、このように思います。で、すなわち、現在の最高裁判例、確立した最高裁判例によればですね、人事院は国家公務員に対する労働基本権制約の合憲性を維持するために必要不可欠な代償措置として位置づけられているわけでございます。従いまして、現在の人事院の権限を移管をする、縮小する、ということは、労働基本権制約の、いわば合憲性の根拠、これを奪う可能性が高いと言えるからであります。で、この点、最高裁判例に従いまして、若干、付言をしておきたいというふうに思いますが、現在の最高裁判例によればですね、公務員も勤労者として自己の労務を提供することにより生活の糧を得ているものであるという点において一般の勤労者と異なるところではないから憲法28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶという前提を示しております。で、もっとも公務員につきましては国民全体の共同利益の保障という見地からこの労働基本権についても制約を受けることはやむを得ない。こういう立場を取っております。で、しかし、あらゆる制約が無条件に可能だということではなくて、本日の人事院ということとの関連で申し上げればですね、最高裁によれば、憲法28条は生存権保障の規定だと、こういう前提に立っているわけでございますが、その生存権保障の趣旨から法はこれらの制約に見合う代償措置として身分、任免、含む給与その他勤務条件についての周到、詳密な規定を設け、これは国家公務員法ということ、人事規則ということになると思いますが、さらに中央人事行政機関として準司法機関的な性格を持つ人事院を設けている。で、このことが最高裁判例のですね、現在の労働基本権の制約、その合憲性を支える重要な根拠になっているわけでございます。で、その意味で、2008年の6月に制定されました、自公民3党の共同修正を経て実現をしました国家公務員制度改革基本法が、その第12条におきまして、政府は協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う免疫及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに国民に開かれた自律的労使関係制度を阻止するものすると規定したことは大変意義深いものであると私は思いました。で、その後、2009年、2010年に提出されました国家公務員法の改正案
におきましては、国家公務員の労働基本権問題については、先送りではございましたが、しかし、国家公務員制度改革推進本部に設置されました労使関係制度検討委員会におきまして、2009年に自律的労使関係制度の措置に向けてという報告書がまとめられました。でそしてこれに基づいて国家公務員労働関係法案が作成されたことは皆様はご周知のとおりかと存じます。で私は労使関係制度検討委員会のもとに置かれましたワーキンググループの専門委員としてここの議論に参加をいたしました。で、非常に、短期間で密度の濃い議論、相当濃密な議論を、重ねてまいりました。で私個人といたしましては、最終的に国家公務員労働関係法案に示された内容には、必ずしも満足しているものではございませんでした。しかしながら、少なくとも国家公務員の職員団体に団体交渉権及び団体協約締結権を付与するということによりまして、まがいなりにも自律的労使関係制度の第一歩を踏み出そうということが明確に見えた点におきまして、労働法学の観点から高い評価を与えることができるだろうというふうに考えました。政府がいわば使用者として、公務員に向き合うという仕組みになるからでございます。でしかし、現在の法案のようにですね、国家公務員制度改革において、自律的労使関係制度の実現を置き去りにした改革というのは、これまでもそのように言われてきたかと思いますが、バランスに欠けるというふうに思います。近代の公務員制度は、その基本理念として、公務員の全体の奉仕者性、成績主義、政治的中立性と並んで、公務員の勤労者性が掲げられています。で、このように見ますと、公務員の労働基本権制約というのは、必要最小限に留めるということが要請されるだろうというふうに思います。で、ただ、今振り返ってみますと、この問題は1960年代からの懸案事項ではございますが、実は、総意見の全面一律の法制度の合憲性でございました。先ほどご紹介した最高裁判例もそうでございます。でしかし、国家公務員の労働関係法案には、総意見の付与というのが認めるものではなく、職員団体に従前な団体交渉権を付与し、団体交渉の結果、当局と職員団体が合意した労働条件事項について、一定の効力を付与しようというものでございます。でしかも、財政民主主義の前提を置きますので、使用者機関としての政府の義務は、団体協約において合意された内容を議会に提案するにとどまるのであり、最終的な決定は国民の総意である議会に委ねられているものでございます。総意見の付与は、ストライキの実施可能性を認めるものであり、直接的に公務の中断という問題にぶつかるかもしれません。しかし、団体交渉権、団体協約締結権は、そのような問題点は必ずしも起きないだろうというふうに思います。きちっとしたルールのもとにあれば、公務に重大な影響を与える可能性は少ないと。かつての現業公務員は、地方公務員でございますが、地方公益用労働関係法適用下の地方公務員、特別職の非常勤地方公務員においては、そのようなことが現実に実施されているわけでございます。で、今回、法案におきまして、自律的労使関係制度が先送りされましたのは、状況の環境の変化ということが言われているように受け止まっております。しかし、その中身はよくわかりませんが、少なくとも、国家公務員改革基本法において、自律的労使関係制度の措置が明記された以上は、その実現のめども提示されないというのは、妥当性が欠けるでしょうし、また、本年も ILO から示されたようにですね、早急な公務員制度の改革の完了を求めるというようなことにも反するのではないだろうかと。で、今回の法案は確かに幹部級の公務員の扱いではございますが、多くの国民が求めている公務員制度改革は、一般のですね、公務員も含めた
公務員の方々が力を発揮する改革だろうというふうに思います。我が国の民間の労使関係においては、きちっとした労働組合があって会社と団体交渉を経たところでは、労使協調的なですね、労使関係が実現し、それが従業員の力量を引き出すことに大きく役立っているというふうに思います。でそういう点ではまさに使用者機関として当局が自覚を持って自律的な労使関係制度を形成するということは、国民の期待に応える公務員にとって、不可欠のものではないだろうかというふうに思います。で、現在の当案が仮に、成立をするということ運びになった際にもですね、早急にこの自律的労使関係制度の措置をですね、進めていただいて、バランスの取れた公務員制度改革をですね、開始していただきたいということを切にお願いいたしまして、私の意見開示とさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。次に下井参考人にお願いいたします。千葉大学の下井でございます。行政法学を専攻している立場から、改正法案について若干の意見を述べさせていただきます。お配りいただいておりますレジュメに沿ってお話をさせていただきます。まずはじめにでございますが、ここでは法案についてコメントさせていただく前にいくつか前提となることを述べさせていただきたいと思います。レジュメの最初のところでございますが、これは私が行政法学の立場から公務員法を考えるにあたっての基本的な視点を示したものです。いちいち読み上げることはいたしませんが、このような視点に立って立つ者の意見としてお聞きいただければと思い紹介させていただいた次第です。レジュメの続きでは日本国憲法の条文をお示ししております。この憲法15条の定めから公務員の政治的中立性という原則が導かれ、そしてこの政治的中立性を実現するため、言い換えれば政治的な常実人事を排除するために国家公務員法は公務員の任用が能力の実証に基づかなければならないという、いわゆる成績主義の原則を採用しているところです。そしてこの成績主義の実現を図るための具体的な手法と申しますかツール、それが採用にあたっての競争試験あるいは選考であり、また承認や公認、転任の決定を基礎づける人事評価というシステムであるということになります。さらにレジュメの2ページでございますが、身分保障原則、この身分保障原則という概念は時々誤解される概念ではございますが、身分保障、つまり法律や人事規則等に定める合理的な理由なしには公務員を免職するといった不利益処分を受けることは、ないという原則と、概念、理念でありまして、この身分保障原則は成績主義を裏から支える担保する基本原則である、このことも忘れてはならない点であろうと考えます。以上のように競争試験、選考、人事評価、そして身分保障といった制度による成績主義の担保といった一連のシステム、これらを通じて政治的中立というものを確保し、公務員が全体の奉仕者であることを保障する、もって行政が適切に、適切な行政サービスが提供される、その蓋然性を高めるという点が公務員制度の要の一つとなる理念、公務員制度の要となる理念の一つと考えます。でこの点を踏まえますと人事院という、中立的第三者制とそういう性格が制度的に保障された組織の重要性が重視されるべきだろうと考えます。人事院の重要性はまた別の面からも指摘しておかなければなりません。レジュメでは、憲法28条をお示ししておりますが、公務員の多くは、民間労働者と同様勤労者、つまり労働者ですから、憲法28条による労働基本権の保障が当然に及びます。しかし公務員につきましてはその職務の公共性、地位の特殊性から一定程度までは労働基本権が制約されなければなりません。ただこの制約が憲法が保障する基本的人権の一つの制約である以上、ただ単に制約すればよいということにはなりません。
制約の代償措置が講じられることが必要となります。まあ、これは先ほどの島田先生のご意見にもあったところですが、そのような代償措置の代表例が人事院による給与勧告制度であるということは周知の通りでございます。そうしますと、労働基本権を制約する法制度を維持する以上は、人事院に一定の代償措置、代償機能を持たせない限り、憲法との関係でさまざまな問題が生じるということになります。この点は、総議権の禁止を合憲とした一連の最高裁判決が認めるところであります。なお、以上のような成績主義の重要性、そして労働基本権制約の代償の問題は、いずれも一般職公務員にのみ当てはまることでございまして、特別職の多くについては無関係のことになります。この点は後ほど少し関係してくる点がございます。続きまして、今回の法案について、ポイントを絞って簡単に意見を述べさせていただきます。レジュメでは3ページになります。まず幹部職員等の人事の一元管理についてですが、この点に関する法案の重要ポイントの一つは、レジュメでもお示ししておりますが、幹部職員等の任免を2段階に分けるという点にあると思います。いちいち説明することはいたしませんが、括弧1の第1段階の審査と、括弧2の第2段階の審査とでは、人選びの際の着眼点が異なっているという点に着目いたします。すなわち、括弧1、第1段階における適格性審査とは、これは、標準職務遂行能力を有することを確認するための審査ですから、そこでの人選びの着眼点というか基準は、括弧A、標準職務遂行能力ということになります。これに対し、括弧2、第2段階の具体的な任用行為における着眼点、基準は、丸1、選考の場合においても、丸2、承認その他の場合においても、括弧E、当該幹部職への適性ということになります。このような任用システムとなっているわけですが、成績主義の保障という観点から2点気になる点がございます。第1点目は、括弧2の第2段階で登場する選考、あるいは人事評価。これらは、現在の国家公務員法上は、先ほど申し上げましたように、成績主義を実現するためのツールとして制度化されているわけですが、これらのツールが、国家公務員法改正案の幹部職員等人事においては、レジュメの括弧 A で書かせていただきましたように、括弧2の第2段階でしか用いられないことになっております。括弧1の第1段階では、これらのツールが予定されておりません。括弧1の第1段階、これは、括弧は標準職務遂行能力を判定する手続きですから、成績主義を排斥するものではないのでしょうけれども、しかし、成績主義を保障するための制度的工夫が抜け落ちているのではないかと考えるわけです。以上が第1点目です。第2点目は、レジュメの括弧 B のその下の、まず米印のところでご紹介しておりますように、現在の国家公務員法は、選考についても人事評価についても、括弧は職務標準遂行能力、標準職務遂行能力と、括弧 E、適正とのいずれをも判定するためのツールとされております。しかしながら、改正法案が予定する制度におきましては、その上の括弧 B のところですけれども、選考や人事評価の判定対象が、括弧 E、適正のみに限定されております。つまり、成績主義実現のためのツール、選考や人事評価といったツールが、その機能する局面が狭められているのではないか。以上が第2点目です。以上の2点からいたしますと、国家公務員法改正案の幹部職員等の任用制度は、成績主義の理念を排斥するものではありませんが、現在の国家公務員法における一般職職員の任用制度に比べますと、成績主義を実現するための手立て、保障が不足しているのではないか。その結果、成績主義の理念が弱められたものになっているのではないかと考えられるわけです。幹部職員等といえども一般職であるわけですから、政治的中立、そのための成績主義という原則、これはもう憲法上の保障、理念だと思いますが、こういった点を重視する私の立場からすれば気になる点でございます。確かに、括弧1の第1段階の標準職務遂行能力の確認審査、これは公正に行うものとなっております。かかる定めによって成績主義の実現が確保されるということなのかもしれません。しかし、このような抽象的な文言だけで十分なのか、具体的に保障するための制度的工夫がさらに加えられるべきではないかという疑問が残ります。また、括弧1の第1段階の審査は、政令で定めるところにより行うものという条文になっております。
そしてこの政令を定める際には、レジュメの4ページでございますが、人事院の意見を聞いて定めるものとするとなっております。先ほど申し上げましたように人事院が政治的中立、政績主義を体現する機関としてふさわしいものであるということを踏まえますと、このような形で人事院の関与を認めることで政績主義が実現されるのだということなのかもしれません。しかしながら括弧1の適格性確認審査についての政令で一体何を定めるのか、国家公務員法の改正案では明らかにされておりません。政令で何を定めるのか、一定程度までは法律で明確に、またはある程度詳細に定めなければ政績主義重視の観点からは疑問が残るのではないかと考えるわけです。なお、この点につきましては、人事評価についての現行法の定め、これはレジュメの4ページの中の括弧11でお示ししている70条の3の第2項ですが、このような定めが参考になるように思われます。さらに、人事院の関与の程度についても、これはやや疑問があるところで、この点は後に述べます、級別定数についての定めが参考になると考えます。いずれにしましても、国家公務員法改正案の趣旨は、政績主義の要請を弱める、現行法に比べれば弱める任用制度を導入するということのように思えます。少なくとも条文上はそのように見えます。しかし、そのような任用制度は、一般職の枠内においてではなく、そもそも現行法が政績主義の対象とはしていない特別職を活用して構築するのが筋と申しましょうか、少なくとも我が国の公務員制度の法体系とは整合的であろうと考えます。あくまでも一般職制度の枠内での改革というのであれば、幹部職員等ではあっても政績主義に基づく任用を、これを保障することが肝要であると考えるわけです。幹部職員等任免手続きについては以上です。レジュメの続きで書かせていただいた2点についてはご参照くださいということにさせていただきます。続きましてレジュメの5ページ、人事院の権限削減について意見を申し上げます。先ほど申し上げましたように、人事院は中立の第三者的機関として、公務の政治的中立性を確保するための政績主義、これを体現するのにふさわしい組織であろうと考えます。すると、政績主義、さらには身分保障にかかる事務については、可能な限り人事院の所轄とする、あるいは内閣人事局の権限にするとしても、できるだけ人事院の関与を認めるべきであろうと考えます。このような観点からすれば、今回の国交法改正案は、採用試験に関する事務について、人事院の権限を一定程度削減し、採用試験により確保すべき人材に関する事項について政令で定めるものとしつつ、この政令を定めるにあたっては人事院の意見を聞くこととしているわけですが、この制度については重たい意味が持たされるべきであろうと考えます。また人事院については労働基本権制約の代償措置を担う組織である点も重要です。民間であれば、労使交渉の対象となるような事項、すなわち勤務条件について、公務員の場合は法令で規律すべき、これはやむなし、勤務条件法定主義と言われるものですが、これは私は当然だろうと考えます。もっとも私は2011年の国家公務員制度改革関連法案のように、法令案を協約で策定する制度というものを否定するものではございません。が、それはともかくといたしまして、労働基本権の制約を維持する以上、勤務条件に関する法令等の策定にあたっては、可能な限り人事院の権限を認める、人事院の関与を認めることが、公務員を含めた勤労者に労働基本権を保障する憲法の趣旨に即すと考えます。この点で、給与法の改正案が内閣総理大臣による級別定数の設定にあたり、人事院の意見を十分に尊重するとしている点は極めて重要だろうと考えます。確かに級別定数の設定は予算や人事管理に関わりますので、この点に着目すれば、任命権者が決定すべき管理運営事項と言えるかもしれません。言えます。しかしながら他方、職員にとっては自らの給与に密接に関わる重大関心事でありますし、また昇進の見通しという点でもこれは重要であると思います。我が国のように閉鎖型の任用制の公務員制度が実態である場合、昇進の見通し、昇進経路というものは、アメリカのような開放型任用制の国とは比べ、より職員の関心度が高いものであるはずです。閉鎖型と開放型の違いは中の15をご覧いただくください。かかる観点に着眼すれ、しますれば、級別定数は当然に勤務条件であろうと考えます。つまり、管理運営事項であると同時に勤務条件だと。そもそも管理運営事項と勤務条件が二律背反の関係にあるわけではないということは広く承認されているところですし、そう考えますと、そもそも管理運営事項に関わらない勤務条件というのはあまり考えられないように思います。
最後に簡単に付け加えておきますと、我が国の国家公務員法、地方公務員法はアメリカの法制度をモデルとしていることは明らかです。従いまして、開放型任用制を前提とした法制度のはずです。しかしながら実態においては閉鎖型を中核としたシステムになっていることは言うまでもなく、この点におきまして実は法制度の建前と実態の間に乖離があります。公民制度改革にあたってはこのような乖離がどのような支障をもたらしているのかという視点も必要であろうと考えます。以上、雑白ながら一行政法研究者としての意見を述べさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に宮垣参考人にお願いいたします。国交委員長の宮垣です。こうした意見表明の場を与えてきましたことに感謝申し上げます。ありがとうございます。政府から提唱されました国家公務員法等の一部を改正する法律案には、私たち国家公務員同士から見て重大な問題があります。それは2008年6月13日に成立をした国家公務員制度改革基本法第12条で、国民に開かれた自律的労使関係制度を阻止するものとすると規定されているにもかかわらず、今回の法律案にはこの自律的労使関係制度の阻止について何ら触れられていません。政府は2009年3月31日に今回の法律案と同じように幹部職員等の一元的管理、内閣人事局の設置等の国家公務員法等の一部を改正する法律案を閣議決定をして国会に提出をしましたが、7月21日の衆議院の解散により廃案となりました。この法律案を国会に提出する際に、総理を本部長として全閣僚で構成される国家公務員制度改革推進本部が2009年2月の3日に公務員制度に改革に関わる工程表を策定しました。工程表には労働基本権の検討として給与定数管理に関する事務をはじめ、人事院から内閣人事行政管理局課長に事務の移管を行うことを踏まえ、また国家公務員の使用者たる政府が主体的かつ柔軟に勤務条件に関する企画立案を行い、コストパフォーマンスの高い行政を実現をしていく観点からも、自律的労使関係制度への改革は重要かつ必要不可欠な課題である。国民に開かれた自律的労使関係制度の措置へ向け、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大等に関する具体的制度設計について、平成21年度中に国家公務員制度改革推進本部労使関係制度検討委員会の結論を得る。その上で平成22年度中に所要の法律案を国会に提出をし、準備期間を経て平成24年度までに成功するとのスケジュールが示されました。しかし今回の法律案の策定にあたって、自律的労使関係制度の措置に向けたスケジュールは示されていません。また政府は2011年5月の13日に国交に対して、総務大臣が東日本大震災の復興財源も含めた厳しい財政事情を理由として2013年度末までの時限的措置として俸給及び一時金の1割カットを基本に一般職国家公務員の給与を減額するべの提案を行ってきました。その後5月の17日、5月の20日、5月の27日に国交連と総務大臣政務官との交渉が行われましたが、この交渉は人事院勧告制度の下では極めて異例であるが、自律的労使関係制度への移行を先取りする形で職員団体の理解を得るとの総務大臣見解の下でスタートしたものです。2011年6月2日の総務大臣と国交労連との交渉で、当時の片山総務大臣が合意は得られなくても法案を提出し、最終的には国会で判断していただくと一方的に宣言をし、交渉が尽くされていないことを承知で
国交連との交渉を打ち切りました。そして6月3日に国家公務員の給与減額を内容とする国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案と、協約締結権の付与による自律的労使関係の創設を内容とする国家公務員の労働関係に関する法律案を含む国家公務員制度改革関連法案を閣議決定し、国会に提出をしました。しかし、両法案とも衆議院と参議院のねじれ国会の下で審議入りすることができずに、膠着状態が続きました。その後、自民党、民主党、公明党の三党合意に基づき、人事院勧告に基づかずに平均 7.8% の給与を減額する国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案が議員立法として2012年2月22日に国会に提出をされ、2月25日に可決成立をしました。しかし、一方の協約締結権を付与する国家公務員制度改革関連法案は、2012年11月16日の衆議院解散によって廃案となり、労働基本権が回復しない中で、人事院勧告に基づかない賃金の引き下げが2012年4月から実施をされています。憲法で保障されている労働基本権が不当に制約をされている国家公務員労働者にとって、給与などの労働条件決定に関わる人事院の代償機能は重要な意味を持っています。人事院から内閣人事局に移管するとしている給別定数は、昇格基準や職務評価とも密接に関わるとともに、給与の配分に関わる問題であり、官民給与比較の重要な要素である役職別給与に反映して、給与勧告にも直接影響するもので、給与とは切り離すことができない明確な労働条件です。一般職の職員の給与に関する法律の第8条に、内閣総理大臣は職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとするという修正が加えられたとしても、給別定数の設定や改定の実質的な権限は、使用者たる政府に移り、国家公務員労働者の労働基本権制約の代償機能を奪うことから、自律的労使関係制度についても、同時に措置して、国家公務員労働者に労働基本権を回復すべきです。また、国際労働機関である ILO の結社の従委員会は、日本政府が行おうとしている公務員制度改革について、労働基本権を回復するよう勧告をしています。全労連連合が2002年2月と3月に申し立てをした2177号、2183号案件については、8度に及ぶ勧告が行われました。2013年3月の8度目の勧告では、2012年12月26日に発足をした新政権が、これまでの経緯の総括も行った上で、国家地方公務員制度改革の具体的内容を検討するという日本政府の表明に留意し、委員会は日本政府に対し、これらの問題での完全率直で意味のある協議を追求し、批准済みの87号、98号条約に示された結社の自由原則を完全に適用させるため、公務員制度改革が勧告の線に沿って、これ以上、遅滞なく完了させるために必要な措置を取るよう要請し、特に次の点を強調をしています。それは、公務員への労働基本権の付与、消防職員及び監獄職員への団結権、団体交渉権の付与、国の行政に関与しない公務員に、団体交渉権と団体協約締結権を保障し、及び団体交渉に関して法的制限がある職員に関して適切な代償措置が保障されること、国の名において権限を行使しない公務員が結社の自由原則にのっとって基礎権を行使でき、この権利を正当に行使した組合員や役員が重い民事刑事罰を課されることがないよう保障することなどです。
国労連は今年の11月の6日に ILO の労働基準局結社の事務部を訪れ、アルベルト・オデロ次長に面談して新たな追加情報を提出をいたしました。その中でオデロ次長は、日本政府が言うように ILO の条約や勧告には法的拘束力はない。しかし ILO 条約勧告適用化専門委員会と結社の事務委員会であらゆる勧告を行っているが、専門性と権威を持っているからこそそれができると述べられるとともに、次のように ILO 勧告の重要性について語られました。例えば国連総会の決議も国際法の面からは拘束力がない。ただし、あらゆる国が集まって議論した結果としての決議であるからこそ、各加盟国はそれを守る義務がある。ILOも拘束力を持たすための制裁措置を行うなどの手段を持っておらず、その代わりに権威と専門性を持った専門家とスタッフが議論したもとで権威ある委員会に提起し、さらには三者構成という形を取るからこそ、勧告を守るべきであると各国に主張することができると言われました。また、2002年11月21日の全労連連合が持ち出した案件に対する1回目の勧告である結社の従委員会、第329次報告でも結論部分で、結社の従原則は各国に一律かつ一貫して適用される。一国が ILO への加盟を決定するとき、それは結社の従原則をはじめとして、ILO 憲章及びフィラデルフィア宣言に具体化された基本原則を受諾しており、すべての政府は ILO 条約の批准によって約束した制約を完全に尊重する義務を負うとして、日本政府の各国の事情に配慮すべきとの主張を退けています。さらに、上級裁判所によって解釈されるものを含め、国内法が結社の従原則に違反する場合には、当該法を審査し、結社の従原則に合致するよう、信渡ることは、ILO 憲章及び適用できる条約に定めるというように、委員会としては常にその権限の範囲であると述べ、条約申告の国内法が結社の従原則に合致するかを審査する権限が同委員会にあることを明らかにしています。次に、新たに設置される内閣人事局の所長事務として、内閣法第12条第11項で、国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案、並びに調整に関する事務について、これが規定をされていますが、政府による一層の転移削減によって、行政サービスへの悪影響が懸念をされます。11月15日の第3回給与関係閣僚会議及び閣議で、現在実施されている給与減額支給措置については、平成26年3月31日をもって終了するものとすることが決定されました。この閣議決定には、総人件費抑制の観点から、大幅な転移順序を目指し、まだ法案も成立をせず、設置もされていない内閣人事局が、新たな定員合理化計画を策定することも盛り込まれています。2012年3月11日に発生した東日本大震災では、国の出た機関や地方自治体で働く公務員も活躍をいたしました。震災直後に道路などのライフラインを整備をし、仙台空港をいち早く復旧された国土交通省の職員、被災した多くの労働者に心温かく接した労働行政の職員、国民の財産や権利を一生懸命守った法務局の職員、被災にあった住民を支えた自治体の職員など、自ら被災にあって家が流され、家族も失いながら、不眠不休で被災者の救援活動に当たってきました。また、全国各地の国や地方自治体の公務員が被災地に派遣され、救援復旧業務を続けました。長期にわたる被災地の復興の先頭に立っているのも、やはり私たち公務員です。政府、行政に対する東日本大震災からの早期復興をはじめとする国民の期待に応えるには、マンパワーが必要であり、転移削減計画の趣旨と増員による行政体制の確立こそが重要だと考えます。そのことを申し上げまして、本法律案に対する意見表明とさせていただきます。ご提唱ありがとうございました。ありがとうございました。以上で各参考人からのご意見の開陳は終わりました。これより参考人に対する質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中山典弘君。はい。中山君。自由民主党の中山典弘でございます。今日は質問の機会をいただきありがとうございます。また本日は参考人にお越しいただき、貴重なご意見を賜りましたことを感謝を申し上げます。それでは早速ですが、質問の方に移らせていただきたいと思います。朝比奈参考人にお伺いをいたします。
公務員制度改革、公務員制度の問題についてですね、年功序列、昇進の遅れによる若手の士気の低下をご指摘をされておりましたが、今般の内閣提出法案でそのご疑念ですね、払拭されるかどうかお伺いをしたいと思います。併せてですね、また国会や国会議員との関係にも問題があると、レクの要求、質問対応などで本質的業務ができないと指摘をされておられます。国会が首相や閣僚を長時間拘束するというような国会改革にも似たような話がございますが、国会との関係をどのようにすればよいか、ご意見がありましたらお聞かせいただきたいと思います。朝比奈参考人。はい、ご質問どうもありがとうございます。まず第1点目の点なんですけれども、先ほど私の最初の意見陳述で申し上げましたが、まず若手にとって一番期待されるのは、まず進めてほしいと、前にということでございます。で、その前提があった上で、これも先ほど意見陳述で申し上げましたが、やはり運用というのは非常に鍵になってきまして、で今回例えば特例公認の制度なんかも入っておりますけれども、基本的にはその若手をその年功序列ではない形で登用した場合にですね、基本的にその、ミスがない場合になかなか公認させられないという中で、今回その制度があるわけですけれども、そういう制度があってもどのように運用されるかというところはやっぱり非常に鍵になってくると思いますので、まずはその一里塚として今回のものを実現させていただいて、その後ぜひ運用がきちんと進むようにしていただきたいというのが1点目で私の意見でございます。で2点目の点ですけれども、これも先ほどですね、意見陳述内の第3のポイントで申し上げましたけれども、やはりですね、これもかなり実態的にはその霞が関の改革だけではなくて、先生ご指摘の通りですね、国会改革というのは非常にその若手の雑務軽減という意味ではものすごい重要だろうと思います。私自身も先生ご指摘の通りですね、いろいろその国会議員の先生対応の仕事ございました。これもちろん大切な仕事もたくさんあるんでございますけれども、やはりその一番公務員として重要な仕事は、やはりその政策についてですね、きちんとリサーチをして、でいろんな案の比較検討して、で国民の皆様に最もこう役立つ政策案というものを作り、またそれを実施していくという、この点でございますので、国会議員の先生との関係においては、ぜひこれは国会改革の方もですね、進めていただきまして、一番分かりやすいもので申し上げる、これ もう何度も言われていることでございますが、質問の通告とかですね、こういうものが早くなればですね、これ実は2つ僕メリットがあると思ってまして、それは深夜残業とかそういう面ももちろんあるんですけども、これ若手公務員でいた時の実感として、結構いい質問が出てきてもですね、やっぱり前日の夜中に質問が出てきて翌日に返さないといけないと思うと、それはどうしてもディフェンシブになるというか、もうやっておりますとかですね、うにゃうにゃってなるわけですけど、これ例えば 2,3 週間前に質問が分かってれば、結構いいご質問をいただいてですね、これぜひ政策として検討していきたいと内心思うようなものも私正直申し上げばございました。しかしやっぱりその前日です、どうしても守らざるを得ないという、これはやっぱり国民の皆様にとっても不幸なことだとございますので、そういったやっぱ国会改革の方もぜひやっていただきたいなというのが率直のな意見でございます。中山君。ありがとうございます。続きまして島田参考人、下井参考人にお尋ねを申し上げたいと思います。地方公務員の給与についてなんですが、平成24年度のラスパイレス指数を見ると、全地方公共団体の平均で107でございます。もちろん国家公務員の時限的ないわゆる2年間の給与改定特例法による給与引き下げ措置の影響がございますが、それにしても例えば静岡、宮城、千葉、私ども神奈川とか東京、福岡、また政令市の名古屋、川崎、横浜、埼玉、非常に国家公務員に比べてですね、高い給与体系にあろうかと思います。こういった状況の原因についてですね、地方公務員また国家公務員の制度面の方からどのようにお考えかお示しをいただきたいと思います。それではまず島田参考人からお願いします。どうもご質問ありがとうございます。地方公務員の賃金というのはですね、今多分細かい数字を持っているわけではございませんが、各地方公共団体で相当なこのばらつきがあるのではないだろうかというふうに思っております。
で、まあ、私の、基本的な立場からいたしますと、まずはやはり職員団体と、まあ、当局との関係でですね、この問題についてやっぱり率直にその議論をしですね、その内容を地域住民の方々に率直に提示をして、そのご理解を得られるのかどうなのか、そこがおそらくポイントなんではないだろうかと、このように考えております。まあ、そういう意味ではまあ、国家公務以上に私もワーキングの中で、地方公共団体の方々の中でですね、どのように自律的労使関係制度を作るのかというのは議論が非常に厳しい状況がございましたが、むしろそれを地域住民に労使の思うところを示しですね、そしてその結果をその地域住民の代表であられる議会でご判断をいただく、まあ、こういうプロセスが必要なんではないかと、このように考えております。次に下井参考人お願いします。私は法律論としてお答えしたいと思いますが、結論的なことを申し上げれば法律論としては特に問題はないと。まあ、政策的には私は判断をすべきところではありませんので、そこは申し上げませんけれども、つまり、まあ、私行政法学をやっておりますので、当然地方自治法とかも研究の対象になっております。地方分権改革ということを考えますと、まあ、地方のことは地方が決めるというその原則からすれば、少なくとも、まあ、繰り返しになりますが、法律論としては問題があるとは言い難いということになるかと思います。以上です。中山君。ありがとうございます。それでは宮垣参考人にお尋ねをしたいと思います。この2年間の給与引き下げ、人事院勧告のマイナス 0.2% を超えて、さらに 7.8% の減額でございましたが、ございますが、国家公務員の皆様は大変ご苦労されたと思います。公務員の方々も消費者であり、まあ、減額分3000億円は個人消費にも影響があったと思いますが、生活者、消費者の視点から今般の給与引き下げの実感、実情、その辺をご披露いただければと思います。宮脇参考人お願いします。ご質問いただきましてありがとうございました。特に引き下げ額が 7.8% でございまして、で給与だけじゃなし一時勤務でございまして、で今先生もご承知のとおり、東京地方裁判所で、提訴の、係争中でございますけれども、原告370の組合員から生活実態の陳述書をいただきまして拝見をいたしましたが、非常に生活に困っております。特に子育てとか、あるいはローンとか、いろんなことを抱えている人たちは本当に大変な思いでこの2年間過ごしているということが、本当に職場の皆さんから声が届いているという現状でございます。中山君。改めてまた宮垣参考人とですね、下井参考人にお伺いしたいと思いますが、この給与削減の特例措置は平成23年9月30日付の人事院勧告に鑑み、給与の改定について定めるとともに、厳しい財政状況および東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出削減が不可欠であることからとの趣旨で行われました。厳しい財政状況および東日本大震災の対処する必要性に鑑みということで、東日本大震災のみならず厳しい財政状況を勘案したということでありますが、まあ、厳しい財政状況、決してこれからですね、楽な財政状況は訪れないと思います。政府としては2015年2020年に健全化目標を掲げておりますけれども、それにしても厳しい財政状況は続くと思いますが、まあ、このような理由をもとにですね、引き下げが行われたことに関して、ご意見がございましたらお願いいたします。中山君、今の質問の中で人事院勧告を経てという部分についてはどういたしますか。回答を求める部分でしょうか。お願いします。では以上2点につきまして、どうぞ宮脇参考人。政府から提案をいただいた中身についても、そういう東日本の震災にもあって、で政府の財政も厳しいというお話から賃下げの提案をいただきましたけれども、しかし私どもとしましては、この間の国家公務員の給与の実態を見ても、
あるいは国家の総人件費の推移を見てもですね、決してあのこの国の財政事情の赤字財政の原因が私どもはあの国家公務員の人件費に起因するというふうには考えておりません。あのこの間赤字国債が、増大をしておりますけれども、その間でも国家公務員給与は逆にあの下がっているというのが実態がございますし、先生もご承認のとおり国家公務員の定員についてもこの間の定員削減で、実際に減っているという数も減っているというのが実態でございます。そういう点ではあの私どもは、国家公務員の給与と赤字財政の問題というのはあの別次元の問題だろうというふうに思っておりまして、私どもとしましては国の財政事情について、財政技術を担保するためには人件費というよりももっと他の面で歳出削減をやっていくべきではないかというふうに考えているところでございます。次に下井参考人お願いします。ありがとうございました。法律の研究者としては非常に、答えるポイントが難しいところではございますけれども、国家公務員の給与というのは、かつての参考者公務員でありませんから合原業、最近では林野、これも非原業になりましたけれども、こういったものを除き、これはもう国会がすべて1円単位まで決めることであります。従いまして、国民主権の原理あるいは国権の最高機関である国会が決めたことであれば、それについて法律論としてとやかく言うことはこれはできません。政策論としてはまた別だろうと思います。もちろん、程度問題という問題はあるかと思います。あまりにも削減が ひどければそれは、人権侵害ということにもなりかねませんけれども、そうでない限りは国会が決めた以上は、それについて少なくとも法律論としてはとやかく言うことはできないということになると思います。ただ人事勧告については、やはりこれは一定程度まで尊重されなければならず、 とはいえ人事勧告というのはこれは法的拘束力はないわけですから、ただ人事の位置づけ、人事勧告の法制度上の位置づけを考えますと、いくら法的拘束力がないといってもやはりそれは一応それを勧告に従わないとしても一応の検討を踏まえてなぜ勧告に従わないのかということを理由を示した上で結論を出さなければ法制度論としては筋が通らないだろうとは考えます。以上です。中山君、ありがとうございます。最後の質問になります。朝比奈参考人にもう一度お願いいたします。官民人材交流についてでございますが、交流派遣交流採用お互いの組織の中で能力を発揮できるのかという話もこの当委員会において議論をされましたが、その人材交流がですね、癒着であったり天下りの将来の温床になるという疑念もございました。こういった見方に関して私は官民人材交流は大いに広げていくべきだと思っているんですが、どのようにお考えかぜひよろしくお願いいたします。朝比奈参考人、はい、ご質問ありがとうございます。私は結論からするとですね、官民の人材交流はどんどん進めていくべきだというふうに個人的には思っております。先生ご指摘の通りですね、これが実態的に幹部級で言ってですね、そのままこう帰ってこないというような形で、これは形を変えた天下りではないかと、こういったことも結局運用の問題でございますが、最も大事なのは、先ほど申し上げましたが、今いろいろ国難にあたってですね、やっぱ専門性を持った形の人材がですね、政策を作らなきゃいけないと、こういうことだと思っておりまして、その観点からはですね、リスクもありますけれども、専門性が高まるような形でですね、政策はどんどんしていくべきではないかというふうに考えております。中山君、ありがとうございました。私は今後も時代の変化に応じた公務員制度のありようを追求すべく、肝に銘じ、今日の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。次に津村圭介君。委員長。津村君。民主党の津村圭介でございます。本日は4人の参考人の皆様、見識ある皆様にこうした質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。公務員制度改革もこの十数年、何度も話題になってきたテーマでございますけれども、この公務員制度改革がまずどういう出発点から議論が起こってきたか、この歴史的な立ち位置というのをまず確認させていただきたいと思いますけれども、私の見るところでは平成9年、
1997年の当時第2次橋本内閣における行政改革会議の議論がその行使であったかと思います。当時は政治改革も同時に議論されていたわけでありますし、大変橋本総理改革意欲にあふれた方で、バブルの崩壊あるいは冷戦の終結、そして右肩上がりの日本社会のモデルが大きく転換を遂げた時期にこの国の統治システムを変えていこうという中で、この行政改革会議の最終報告では、行政改革は内閣機能の強化、省庁の再編成とともに人材任用制度の改革によって達成されるべきと、3つのことが触れられております。実際に省庁の再編成というのは、いろんな議論はありますけれども2001年から、スタートいたしました。また内閣機能の強化については、これは実は先日ですね、衆議院本会議で私は内閣府の在り方、まだまだ課題が多いと、非常に内閣府の中に縦割りが多くなっておりますし、それぞれの 部局が内閣府だけで十数箇所に散在しておりまして、大臣の数、副大臣の数が少ないことも含めて、非常にこの機能不全を起こしかねない状況にあると、ここも変えていかなければいけないという議論をさせていただきましたが、本日はもう一つのこの人材任用制度の部分、これもこの橋本総理の頃から考えればもう16年経っておりますので、ずいぶん積み残された議論なのかなと、こういったものが一体となって、改革を進めていかなければ、省庁再編の意義あるいは内閣機能の強化の意義、そうしたものも相対的に失われるわけですので、こうした大局観のある観点から今回の法案の評価あるいは今後の課題というものを議論させていただきたいと思います。そうは申しましても、私の質疑時間15分という中で、本日は私が重要なポイントと考えます2点、一つは内閣人事局の機能、そして二つ目は労使関係の自律性、この二つの点に絞りまして、前者を主として朝比奈さん、そして二点目を島田さん中心にご質問させていただきたい、このように考えてございます。まず朝比奈さんに伺わせていただきたいと思いますが、この内閣人事局の創設というのが今回の重要なポイントでありますけれども、残念ながらですね、21年のいわゆる余り法案の時に比べますと、さまざまな点で人事院の関与が残っているというか、例えば先ほどお触れになりました級別定数につきましても、もともとはこの級別定数任用採用試験研修の企画立案というのを人事院から基本的に全面移管すると、実施だけ人事院だという話だったと思いますが、今回はこの級別定数については人事院の意見を聞くとともにこれを尊重ということで、ちょっと役人言葉で分かりにくいですけれども、非常に後退した印象を持っております。先ほど参考人はですね、そうは言ってもまず成案を得て、少しずつでも前に進むべき、その通りだと思いますけれども、まだまだこの点は不十分、改革をさらに進めていくべきというお考えでよろしいでしょうか。朝比奈参考人。はい。お願いします。ご質問ありがとうございます。今ご質問いただいたですね、内閣人事局の機能の点につきましては、私は先ほど申し上げたとおりですね、まさにこれからの運用というのは非常に大事になってくると。で、一番眼目はですね、やはりその縦割りをどう排除するかですから、やはりその人事局にですね、実質的な幹部人事権の原案を作れるというような能力を持たせるということは非常に大事だと思ってまして、一番大事なのはやっぱり人事局のこうスタッフの体制ですとか、内閣総理大臣との実際的な関係、こういったところは非常に大事になってくると思うんですけれども、そういった中で、人事院の意見を尊重するということが、今回交代ではないかという、ご指摘ではございますが、その点はですね、その縦割りの排除というところに向けて、その人事院の意見を尊重することがですね、害になるような形になるのであれば、それはもちろんより改革の方に、進めていくべきだと思いますが、今の時点ではその観点からはどうかというところは、私自身見てみないとわからないというスタンスでございますが、いずれにしましてもですね、きちんと今後の期数を見据えてちゃんと議論していかなきゃいけない話で、今回だけで終わりということではないというふうに考えております。津村君。はい。今後の、引き続き課題だとよく注視しておくべきだということかと思います。もう一つ伺いたいと思いますが、実は昨日までのですね、この委員会での議論で、必ずしもご覧になってないと思うんですけども、内閣人事局長を、
政治家がやるべきか、それとも事務方の副長官がやるべきかという議論が随分ございました。近藤理事がですね、鋭く質問されたテーマでございます。以前麻生内閣の時かと思いますが、同様の質問に対して当時の河村官房長官はこれは事務方にを想定しているとお答えになりましたが、昨日菅長官は少し幅を持った、もともとのその政治主導の趣旨を踏まえた形で考えたいということで、これから見解を示されるんだと思いますが、ここは朝比奈さんはどう考えられますか。朝比奈参考人。はい、ご質問ありがとうございます。私自身は結論としましては、制度としてはどちらがでもつけるような制度にすべきと思います。と言いますのも、これは私どもの案を考えるときにもいろいろ議論したんでございますが、結局その政治任用そのものをどう考えるかということに尽きると思うんです。でこれも政治任用に関しては幹部のですね、いろいろメリットデメリットあるところでございまして、なかなかこう一概にどちらがいいって言いにくいところだと思います。私自身の持論はございますが、で大切なことはですね、やはりその内閣総理大臣であり内閣の意思が、仮に幹部公務員をできるだけその戦時任用にしたいと、でその意思を働かせるためにその人事局長のトップをですね政治家にしたいというふうに思うんであれば、そういう体制が敷ける体制にすべきですし、またその政治任用が多発することです、常時人事その他がいろいろ起こってしまうということを懸念する人がですね、仮に総理大臣なり幹部につく場合には、できるだけですねその事務方が決める形にするという体制ができるというふうに、フレキシブルにですねどちらにも対応できるように決め打ちしない方がいいんではないかというふうに個人的には考えております。津村君。時間の制約がございます。残念ですが次のテーマに移らさせていただきます。事実的な労使関係の確立というテーマでございますが、これも、これまでの議論からですね、残念ながら大きく後退をしている部分の一つかなと思っております。平成19年、今から6年前ですから2007年の、行政改革推進本部正門調査会が、公務員の労働基本権のあり方についてという報告をまとめております。少し長いですけれどもご紹介いたしますと、その中で改革の方向性と題しまして、行政の諸課題に対する対応能力を高め、効率的で質の高い行政を確保し、国民住民の永続的な信頼を得ていくためには総合的な公務員制度改革の一環として労使関係制度等についても改革に取り組む必要があると明記された上で、以下省略いたしますけれども、労使関係の自律性の確立について非常に踏み込んだ表現がなされております。島田参考人におかれては、現在のこの国家公務員の労使関係についてどのようなご評価でございますか。島田参考人、はい、お願いします。どうもご質問ありがとうございます。現在の国家公務員の労使関係というのはですね、残念ながら事実上職員団体とですね当局との間での交渉は行われ、それなりの交渉の機能を果たしているとは思いますが、それがその法的なその仕組みにおいて完成されていない、こういう欠点があろうかと思います。で現在は中央人事行政機関としての人事院があるということになっておりますので、結果的にその当局というものが最終的な使用者としての責任を負えない、そういう仕組みになっておりまして、この状況におきましては公務員の職員団体と当局がきちっと労使として向き合ってですね、勤務条件のあり方等をですね真摯に議論する、こういうことがですね、生まれてこないのではないだろうかという点を大変危惧しているところでございます。で国民の期待する公務員として、公務員一人一人がその能力を発揮していくというためには、民間大企業の労使環境を見ましても、やはり労使の徹底したコミュニケーションの強化ということがその源泉になるというふうに考えておりますので、先ほどの意見勧進でも申し上げましたが、ぜひともですね改革法12条にございましたような方向で自律的労使関係制度の確立を合わせてご検討いただければ大変ありがたいというふうに考えております。津村君。公務員のですね、労働基本権の現行の制約については、昭和48年の
全農林軽食法事件の最高裁判決におきまして、代償措置を設けていることが、まあ、労働基本形成約を合憲とする論拠だと、そういう議論が示されております。島田参考人はこの勧告、この代償措置論ですか、これをどう評価されているのか、そして、勧告制度による給与決定システム等の、現在の代償措置についてのご評価も重ねてお伺いいたします。はい、島参考人。はい、ご質問のとおりですね、昭和48年の最高裁以来、代償措置ということになっています。で、先ほど意見開示のときでも申し上げましたが、現行の国家公務員法上、人事規則も含めた、勤務条件のが法令で定められていること、さらには人事院の存在、これがこの代償措置というふうに言われているわけでございます。で、ただ私の個人的な意見といたしましては、例えばその ILO におきます公務員の基本権を制約をするという際の代償措置の基準として言われているのは、一つはそのもちろん当事者だけで決められませんので、調停する期間が必要でございますが、一つはその迅速かつ完全な実施、そこの調停内容の迅速かつ完全な実施ということが条件になる。もう一つはそのプロセスに当事者が参加する、つまり職員団体もそこにきちんと参加をしていく、この2点がですね、代償措置として機能するためのこれは経験的な必要事項であると、このように ILO は申しているというふうに思っております。で、従いまして、そういう点から申し上げますと、現在の人事院制度というのは私の見解からすれば、その代償措置としても実は不十分なんだろうというふうに思っております。で、そういう意味ではですね、今回は決して総意見の回復という問題ではございませんので、あくまでも団体交渉制度を通してですね、団体協約、それも最終的にはその議会でのチェックというのがございますので、そういう方向でですね、問題を、この問題をとりあえずですね、考えていくというのが適切なんではないだろうかと思います。津村君。はい、官民交流の議論もございますが、私はぜひですね、2009年民主党政権が成立したときに政治主導ということで、いろんなその民間の人材を、例えば私国家戦略室におりましたけれども、いろんな民間の人材にも大変お世話になって、政策実現に努めたわけですが、残念ながらまだまだその若手の官民交流、シニアの方の官民交流というと天下りとの兼ね合いの議論が多くなされるわけですけれども、私はぜひですね、優秀な霞が関の官僚たち、官僚の皆さんが民間の空気を吸われて、また朝比奈さんもそうだと思いますが、霞が関を飛び出された優秀な民間の若手の皆さんがいずれはまた政府の要職に就かれたりですね、そういう官民が本当にサイクルになってこの国を活性化させていただきたい、ぜひ朝比奈さん、皆さん、青山社中の皆さん、頑張っていただきたいと思っております。島田先生はじめ、皆様のお越しいただきまして、ご意見聞かせていただきましてありがとうございました。感謝を申し上げ、質問を終わります。次に杉田美代さん。はい、杉田さん。日本維新の会の杉田美代です。本日はですね、4人の参考人の方にお越しいただきまして、国家公務員制度改革関係法案について示唆に富んだ意見を頂戴いたしました。本当にありがとうございます。質疑の時間が限られておりますので、早速質問に移りたいと思います。まずは朝比奈参考人。朝比奈参考人は私、市の職員時代から自治体職員有志の会とか地域に飛び出す公務員ネットワークなどでいろいろと交流をさせていただいておりました。ありがとうございます。ちょっと前になるんですけれども、霞が関維新という本がございました。維新という言葉を使っていただいてありがとうございます。が出た当時にですね、今は同じく青山社中の遠藤さんと対談されている、当時は朝比奈参考人は経済産業省で、遠藤氏は文部科学省だったと思うんですけれども、
対談されている記事がございました。その中にですね、やっぱりこの国家公務員の改革の中で司令塔を作るということが必要ではないかというようなことが書かれております。で橋本行革の時には内閣官房が誕生して、まさに司令塔としてその活躍が期待されたんですけれども、結局はミニ霞が関ができたというような状態であったと。で何回もそれからあとは司令塔作り挫折をしてきているというふうに語っていらっしゃるんですけれども、今回ですね、この改革の中の目玉となりますのが内閣人事局になってくるかと思うのですが、どうでしょうか。この内閣人事局は朝比奈参考人が思い描いているような司令塔の役割を果たしうるのかどうかお聞きしたいと思います。朝比奈参考人、はい、ご質問どうもありがとうございます。霞が関維新にも触れていただきまして感謝いたします。ちょうど維新の会ができるちょっと前ぐらいに私どもが先に使わせていただいたかなというふうに勝手に思っておりございますが、ありがとうございます。それで司令塔組織についてのご質問ですが、内閣人事局が、その司令塔組織というものに値するのかという、ご質問だというふうに理解いたしましたが、私は、これをまず第一歩にしてですね、本格的な司令塔組織になっていけるかどうか、まさに今後の課題ではないかというふうに思っているのが結論でございまして、と言いますのも、結局内閣人事局で、先ほど申し上げましたが各省の幹部をですね、一元的にそのこう内閣に顔を向けさせるような人事ができるかどうかというのは、結局内閣、人事局にですね、各省の政策をちゃんと見れるだけの機能が持てるかどうかというところにかかっていると思っておりまして、でこれは今後のまさにですね、どういうスタッフを入れていってどのように運用していくかということが非常に重要でございまして、で最終的にはですね、これも戦前からずっと政策統合機関の議論というのはもう面々とあるわけですけれども、民主党政権下のですね、国家戦略室の中にも大変期待したところでありますが、なかなかこれ機能させるのは難しいものでございますので、ぜひですね、政治家の先生方皆さん一丸となって、国家のためにですね、司令塔組織の強化というのに取り組んでいただければというふうに個人的に思っているところでございます。杉田さん。ありがとうございます。地方の、行政を経験してまして、それでこちらの方に来たときに私が非常に疑問に思ったのが、まずはそのような幹部の方々の評価とか、それ以前にですね、各省庁の、人員配置のことなんです。やっぱり必要なところにはたくさん人をつけて、どん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 課題を解決していかなければいけないという形にあるんですけれども、あまりにも今の各省庁の人数の割合というのがですね、今現在国民が抱えている課題に即していない、なかなか硬直してそれが動かせていない。例えば農林水産省には人が余っているけれども、環境省では人が足りないとか、そういったことを解決ができない。でこれが地方の行政の現場ですと、トップがトップダウンでですね、そういうふうなことできちっと今必要なところに必要なだけの人数を当てていくということができるんですが、その首長とかに当たるような組織がこの国の中には見当たらないんですね。でそういったことで私も朝比奈参考人がおっしゃいますように、司令塔というものは非常に重要で、これから作っていってそういう形をしていかないといけない。で内閣人事局っていうのも私はそれを果たしていただきたいというふうに思っておるんですけれども、そういった各省庁の定員とかそういう問題については人事院の意見を尊重して決めますというような形に今回の改革はなっておりますが、そのような状態でこの定数のばらつきですね、本当に必要なところにきちっと人員配置をするというような、こういう基本的なことというのは改善されるんでしょうか。お願いいたします。はい、それでは、引き続き朝比奈参考人、はい、ご質問どうもありがとうございます。先生ご指摘の通りですね、私も先生のご指摘のお話は主に機構定員の話になってくると思うんですけど、 人員の数の配置とかになってくると思うんですが、まさにですね、もう機構定員要求をして、そして座布団をつけてもらって、でしかし実際は1年の中でですね、急いで法案作んなきゃいけないって、役所なんかでよくタコ部屋なんて言い方したりしてますけれども、そういう実際についたものと違う部屋を慌てて作ってですね、でこれはもう帳簿上のものとですね、実際役所に行って
座席表なんか見るとそれ全然違ってるわけでありまして、これ何なんだろうっていうところが確かにあるんでございます。でそういうところにおいてですね、まあ、まさに先生ご指摘の通り、今回内閣人事局の発想というのはその機構定員の部分と、で実際その機構定員で座布団を貼り付ける際に、まあ、級別定数というのはものすごくこう連動して関係してくるわけです。でその級別定数を決める背後には、まあ、これはあの人事の問題とかのいろいろ言われてますけれども、結局その財務省の予算の関係も出てくるわけでございまして、まあ、そういったものがやはり一体としてですね、きちんとそのあの迅速にですね、機動的に決められる体制というのが大事でございまして、まあ、これもあの先ほど来申し上げているところでございますが、きちんと まず今回穴を開けていただいて、それが本当に先生の思い描くようなですね、まあ、私も多分同じ絵を描いていると思うんですが、まあ、機動的迅速にですね体制を作れるということを作っていくということが、まあ、肝要かなというふうに考えております。ありがとうございます。杉田さん。それではですね、次の質問に移りたいと思います。私は実はですね、今みんなの党の代表でいらっしゃいます渡辺芳美氏がですね、行革担当大臣だった時にその講演をあのお聞きする機会に恵まれました。その時は本当になんかあの物々しい感じでですね、あの大臣が講演をされている周りに SP の方がこうずっとあの囲んでいらっしゃいまして、こう名刺交換に近寄るのもちょっと難しいぐらい厳重にされていらっしゃいました。でその時の講演の内容の中で非常に驚いたことがあったんですが、あの当時はこういった国家公務員改革をどん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 進めていた。そうするとですね、その大臣の家に嫌がらせの電話とか、あとそういうファックスとか脅しとかがボン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 かかってきて、であのそれでちょっと奥様がもうあまりにもの辛労で体調を崩されてしまったっていうような、これだけ抵抗勢力がたくさんあって抵抗が強い分野がこの国家公務員改革なのですっていうようなあの講演をされていました。私は非常に衝撃を受けたんですけれども、あのこういった抵抗っていうのは一体どこから出てくるのか、誰がじゃあそういう嫌がらせの電話をしたりとかファックスを送ったりとか脅しをかけたりとかしているのかっていうようなことを、これをですね実際にあの霞が関の中にいらっしゃった朝比奈参考人と、それからあの労働組合の長でいらっしゃいますあの宮垣参考人にお尋ねしたいと思います。それでは、まず朝比奈参考人。あのまあ、あと、みんなの党のですね、まあ、渡辺代表がですね、行政改革担当大臣だった時にですね、まあ、まさに私どものが出していったようなですね、提案も一部取り入れていただいたりですね、まあ、大変改革マインドにあふれた方だと思いますが、まあ、あの実際ですね、まあ、渡辺現代表にですね、どのような嫌がらせがあったのか、まあ、私はちょっとすみません、あのつぶさには存じ上げないものですから、あの一体誰がやったのかという、まあ、犯人を特定することは、まあ、ちょっとあのできないんですけれども、まあ、一般論的には、まあ、すみません、 あまり適切な答えかどうか分かりませんが、まあ、当然ですね、まあ、改革に対してですね、まあ、非常にその不快感を持ったり、まあ、あるいはよく抵抗と言われますが、抵抗するようなまあ方々がされたのかなというまあ推測はできますけれども、すみません、あのちょっと特定はいたしかねますので、すみません、この程度でお許しいただければと思います。それでは次に宮脇参考人お願いします。どうもご質問いただきましてありがとうございます。まあ、労働組合の運動で、まあ、そういうことはあのないというふうに思います。でこの年はあの民主的な行財政支援の確立を求めてあの運動をやっているところでございまして、あのそういうあの公民党改革にあたってもあの政府と、真正面から交渉をさせていただいていますし、そしてまたあの、集会等もですね、あの昼間にあるいは夜に公の場でやっているということでございまして、あのそういう言い方をかけてやるということ自体があのそういう正しい議論をするにあたってあの良くないことだというふうにあの労働局を考えているところでございます。杉田さん。
公務員とは関係ない一般の人が嫌がらせをしているとはあまり私も考えられないと思いますので、まあ、内部の方とかなんじゃないかなと思います。今現在稲田大臣がそのような嫌がらせに遭ってないかどうか非常に心配されるところなんですけれども、そのあたりで改革が本当に厳しい改革なのか手ぬるい改革なのかというバロメーターにもなってくるのかなというふうに感じております。最後になります。島田参考人と下井参考人にお聞きします。今までとはまたちょっとガラッと変わった視点になるんですけれども、例えばですね、もう人事院を廃止してしまって公務員に労働基本権を与えるとした場合にですね、考えられる、メリットとデメリットを簡単にご説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。それではまず島田参考人お願いします。どうもありがとうございました。人事院をですね、解消してということはのメリットというのは今日ずっと申し上げているように、自律的な労使関係制度ができる、当局と職員団体が本当に責任を持って、公務員制度を考えていく、そういうことが作られるということだと思いますし、先ほど申し上げたんですが、そのことを通じてですね、やはり真摯のこの労使のコミュニケーションというのが実現できるだろうというふうに考えております。で、今さまざまな労働組合ございますけど、特に古くからある労働組合のある企業ではですね、一旦は確かに大きな紛争等がありましたが、労使ともにそれを非常に真摯に学んでですね、非常にその、企業ということを前提にしてですね、日本の本当にパフォーマンスの良さを示したときには、この労使の協力があったというふうに私は考えております。で、そういう点でやはり公務員についてもですね、そのようなことを実現していくというようなきっかけとなるですね、メリットがあるのではないかというふうに思っております。で、デメリットについては私はあまりないと思っているんですが、ただもちろん人事院が現在持っているその代償機能としての部分がございますので、そこの部分、特に情勢適用の原則とかですね、こういう問題について、どういうふうに機能を労使でやっていく際に考えていくのか、この辺の制度設計につきましては今後も大いに考えていく必要があるだろうと、このように思っております。ありがとうございました。それでは下井参考人お願いします。労働基本権を回復させるといいましても、いかなる公務員にどこまでということがありますので、ちょっと一律には非常にお答えしづらい問題ではございますが、まずメリットとしては、法律論ではありますが、憲法の保障している基本的人権の保障が、充実するということはあると思います。もう一つは、労使というのは必ずしも対立関係のみにあるわけではなくて、今後の行政を担うにあたって、労働組合を責任あるパートナーとして位置づけることができる、そういう可能性を開くというメリットはあろうかと思います。からデメリットですが、まず、先ほど申し上げましたように、どういう公務員にどこまでということがありますので、そこの一律には答えられないという留保はいたしますが、仮に総議権も含めて全公務員に、総議権を与えるというのであれば、やはり職によっては行政の中断ということがあり得てしまうわけで、例えば警察官とかが典型例だろうと思いますが、それはいかがなものかと思いますし、もう一つは、労働基本権を回復したとして、じゃあ給与も全部労働協約で決めるのかというと、これは制度の設計の仕方次第でありまして、基本権を回復しても、協約締結権を回復したとしても、勤務条件法定主義は残すという選択肢も十分あり得るわけです。ですから、そこら辺をどうするかによって変わってきますが、仮に協約締結権を付与し勤務条件法定主義を全面的にやめるのであれば、それはやはり公金の使い方を国会が決めることができないということになり、それは非常に問題だろうと思いますし、労働組合、あとは労働組合、どの労働組合に所属しているかによって給与が変わってくる、勤務条件が変わってくるというのは、やはり私は問題だろうと思っております。以上です。杉田さん、質疑時間が終了しております。参考人の皆様、本当にありがとうございました。終わります。次に小清水圭一君、小清水君、公明党の小清水圭一でございます。
本日は参考人の皆様貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。また質問の機会を与えていただきまして心に感謝申し上げます。さて今回の国家公務員制度等の一部の改正、内閣人事局にその、しっかりと集中をさせていく、私はこの制度自体非常に大事なことだと思っています。その上でこれがどのように活用されて運用されていくか、これは今私たち我が国が抱えているさまざまな課題に対してどう各省庁が連携をしながら機能的に働くか、大事な改革だと思っております。そういった意味ではこれがしっかりと動くように皆様方からご指導いただきながらも進めていきたいと考えております。その上で、まず基本的なところを確認をさせていただきたいんですけれども、何回も確認があったかと思いますが、今回、公務員の皆さんには、労働基本権の制約があって、人事院の、代償機能という形で、今まであったと。で、今法案においてもですね、適格性審査や幹部候補者名簿の作成にあたっても人事院の意見を聞く。さらに、給与定数の、設定等については意見を聞きながらもそれを尊重するっていう、意見を聞くとか、尊重する、そういった形で、相当これを意見を聞いても聞かないというのはなかなかやりにくいんじゃないかということで、相当きちっとしたある程度の機能が担保されているのではないかなというふうに感じております。その上で、島田先生に確認をさせていただきますが、公務員も労働者でありながら労働基本権の制約があることに対してその合憲性を担保しているのが人事院なんだと。で、今回のこの記述でそれが担保されているのかどうなのかについて確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。島田参考人。ありがとうございます。で、合憲性の担保という意味での人事院というのは先ほども申し上げました、あくまでも現在の最高裁の判決に即したということで、私の個人的見解とは若干異なるんですが、それを前提とさせていただきまして申し上げたいと思うんですが、やはりですね、このような場合に、指定職の合法決定、級別定数については、権限としてやはり内閣人事局に移ると。で、確かに、意見を尊重するというのがありました。で、それによって、一つの考え方としてはですね、これは代償機能をなお保持しているんだと。こういう解釈もあり得るのかと思いますが、しかし、やはり権限が移管したということをやっぱりどう評価するのかということになりますと、別の考え方もあり得るのではないだろうかというふうに思っております。で、結果的には人事院という制度も残りですね、内閣人事局ができるという、両者痛み分けみたいな印象を持つわけですが、しかし抜本的に考えていくとすればですね、むしろこの内閣人事局が本当に機能するためには、そうした権限の移管をしてですね、そのことによって生じたその基本権問題というのは、今日申し上げたような方向で検討するというのがその抜本的には適正なんではないだろうかというのが私の意見でございます。どうもありがとうございました。小清水君。はい、ありがとうございました。下井先生に伺いたいと思います。同じ内容なんですけれども、諮問機関への答申や意見、確かに拘束力というのはないものの、事実上その影響力はあると思うんですけれども、下井先生の観点でのこの内閣人事局のですね、代償機能のこの現状のあり、この機能がどう果たせるのか、その辺の見解について、お聞かせ願いますでしょうか。下井参考人。はい、それは任用の一元的任用に関して今回の法案の全体にでしょうか。あ、分かりました。人事院というのはそもそも第三者機関でありますので、意見勧告を言うというところが本来の機能であろうとは思います。そこで、それでも人事は今までいろんな機能を持っていたところ、それが移管されて、それで、
それらについて一定程度の関与をするということになるわけですけれども、それについてどう評価するかというのは非常に難しいところでありまして、つまり、あるその人事権がどっちになければいけないという、そういうルールはないわけですので、これは国会の判断で、ある程度まだ動かすことはできるだろうと。問題は乱用を防止するための制度的仕組みがいかにこうなんていうかビルトインされるかというところにあるかと思います。その意味では今回、何でしょうかね、人事院が直轄した権限がやはりあったのが、諮問権、諮問でございませんね、答申権、勧告権に移っていったということは、一つのあり方だろうとは思います。でもちろん先ほど先生ご質問あったように、ご発言あったように、勧告には意見は拘束力はないわけですが、実質的な影響力は非常に大きいわけでありますから、その観点からすれば、法律で人事院の意見を聞くとか尊重するという、そういう定めがあるということは極めて重い意味があるだろうと思っております。以上です。ありがとうございました。小清水君。はい、どうもありがとうございました。その上で、先ほど下井参考人の方からですね、幹部職員の、今回の登用にあたってですね、成績主義の理念が弱められているって、そういったご発言がありました。私も今回イメージをしてみまして、まず、適格性審査があって、そして名簿が作られると。ここで大事なのは、その名簿の中身がですね、そういった成績主義というか、そういった中身もしっかりと備えた名簿になっていればですね、まさにそういったところも担保されながら、それぞれの能力がある方の登用が可能になるのかなというふうに思うんですけれども、その辺についての見解を聞かせて願いますでしょうか。それでは、下井先生。下井参考人。はい。ご指摘の通りかと思います。ただ条文上、名簿作成の段階において、成績主義というものをこう生かすといいますか、いうことが公正に行うとしか書かれていないので、なんていうんですかね、保証機能はいかがなものかというふうに思っております。ありがとうございました。はい、小清水君。はい、ありがとうございます。そして、その上で、朝比奈参考人に、伺います。まさに私も内閣の一元化の中で、どちらかというと、例えば再生医療を国策として進めるのにあたってですね、文科省もあって、厚労省もあって、経産省もあり、さらに外に広めるときにいろんな法律、そのためにあらゆる部門が協力をして機能的に動くようなコーディネーターというんですかね、そういう政策のそういった方がしっかりと内閣にいて、でそれにきちっと分かって、そのために省益ではなくて、その内閣が求めて進めとしていることに対して具体的に進めるためのコーディネーター的な機能を持った方、またそういったものがあれば、このやり方っていうのは非常にいいやり方になってくると思うんですけれども、そういったことを具体的に運用の中で進める上で、こう大切なことというかですね、ポイントとなることについて、ご意見いただけますでしょうか。朝比奈参考人。はい、ご質問どうもありがとうございます。私は2つポイントがあると思ってまして、まず第一段階としてはですね、内閣人事局しかないわけですから、やはり人事面でですね、先生ご指摘のようなコーディネーターといいますか、全体をですね束ねて、そして一丸として進めていくような実際の人ですよね。でこういった人が実際登用できるかどうかにかかっておりまして、で今も一応体制としては、本来であれば、その閣議で一体とした方針があってですね、で各大臣が任命権を持っているわけですから、理屈としてはできなくはないんですけれども、なかなか実態は縦割りになってしまうという中でですね、やはり内閣人事局の中で、先ほど先生もご指摘のあったですね、名簿の中に、場合によってはもうその内閣の方の意向でですね、人が入れられるというような、従いまして、その任命権者たる大臣の推薦を超えた、先ほど私の最初の陳述で申し上げたですね、
まあ、政令が重要になってくるんですけれども、そういうところでまあ人を実体的な人を入れ込めるかどうかというところが第一段階として非常に重要かと思います。で第二段階としてはですね、やはり人事ということだけではなくて、まあ、本来的にはまあ先ほどあの杉田先生のご質問にもありましたが、まあ、司令塔機能というものを人事を超えた形で持つということが非常に重要だと思ってまして、まあ、その意味で、まあ、少し先の話になりますけれども、やはり霞が関全体の司令塔機能というものをどう見ていくかということが2つ目のポイントとして重要かと思っております。以上です。小清水君。どうもありがとうございます。まさにこの内閣人事局の体制の中でこれがいかに機能するか、それはもう全体が見れて、その全体の方向性に合った人材をどう配置できるか、またそこを連携取りながらどう政策を具体的に進めるのかというところが肝だと思いまして、ここの進め方を今後はしっかりと確認をしながら私も見ていきたい。またこの法案はその第一歩というか、そういった形になる、貴重なものであると思いますので、これが変な方向に行かないように取り組んでいきたいと考えております。で先ほどまた今度はもっと具体的な問題で昔、こちらの方で働かれていたということで、まさに質問通告もですね、早めにやっていろんな政策を事前に練っていくことによって具体的に進められる、そういった視点もありました。そういった中でやっぱり今必要なことは、各官僚の皆さんも今あることをただそのままやるんではなくて、全体感に立って何が必要なんだろうっていうですね、具体的な提案っていうんですかね、そういったものを持っていくことが必要だと思うんですけれども、今回、まあ、研修制度というものも各省庁で進めていく、その中でそういった具体的に今日本が抱えている、またいろんな抱えている問題に対して問題意識を持ちながら自分自身で何かテーマを持てるような人材の育成、またそのテーマを持ったことが何かの機会で、どこかに伝えることができて、それがまた議論ができる環境を作ることによって、この公務員の皆さんのモチベーションも上がるし、また視野も広がるのかなというふうに感じるんですけども、その点についてのご意見いただけますでしょうか。どなたへのご質問でしょう。朝比奈参考人によろしくお願いします。では朝比奈参考人お願いします。よろしくお願いします。はい、ご質問どうもありがとうございます。先生ご指摘の通りですね、やはり具体的な提案を持っていけると、私流に解釈して申し上げれば、やはり企画をしたりですね、実際のその制度の設計をしたりというような、大きな、デザイン力、構想力というのが、まさに肝心、大事かなと思っております。でこれは実は多分これはちょっと試験になりますけれども、公務員だけではなくてですね、今日本のいろんな企業等々が抱えている問題の多くも、やはり大きなデザイン力、構想力、もしかすると大変失礼な言い方になりますが、政治においてもですね、非常に重要なのはやはり日本初の構想力だったり、大きなデザイン力というのは非常に重要になってくると思います。でその点ですね、じゃあそういう企画とか構想とかこういう能力をどうつけるのかと、日本はやはりその細かいものづくりですとか、官僚で言えばですね、言われたものをきちんと法律に落とすとか資料をきっちり作るとか、そういうところは結構得意だと思うんですけれども、そういった企画構想設計をしていく上で私は2つのことが重要かと思っておりまして、1つは先生のご指摘にもあったようにですね、やっぱりその広い視野というのをどう持っていくかということかと思います。その点においてはですね、やはりその内閣人事局なんかを中心に、やはりいろんなその幹部をですね、一元的に見れる体制を作ってですね、広い視野をどう作るかと、幹部育成課程なんかもですね、今回盛り込まれておりますけれど、その辺の実際の運用というのは一つ非常に重要になってくるのかなと。でもう一つはですね、やはりそのふわふわした企画力、設計力だけあってもですね、これ現場と乖離した形になってしまって、日本の一部の製造業の失敗なんかにもそういうところはあると思うんですけれども、そういう意味ではですね、ぜひその専門的な知見、これも同時に重要だと思っておりまして、その辺先ほど意見陳述の際も申し上げましたが、日本の官僚の中にもなかなかその専門家がいないというような問題でもございますので、そこと2つとも合わせてですね、やっていくことが肝心かなと思っております。
小清水君、質問時間終了しております、はい、どうもありがとうございました。今後 の日本のそういった将来像をですね、しっかりイメージをしながら、すべての国家公務員の皆さんと力を合わせて進めるような、そんな国づくり目指して頑張りたいと思います。今日は貴重なご意見ありがとうございました。次に大熊俊明君、はい、大熊君。みんなの党の大熊俊明と申します。本日はよろしくお願いいたします。まずですね、下井先生にお伺い、と思います。資料をいただいている中で、幹部職員のことなんですが、一般職の枠内での任用である以上、成績主義の原則が尊重されるべきと、成績主義を弱めるあるいは排除する任用システムは特別職を活用して実現すべきだという、資料があるわけなんですが、ここでですね、今回の政府の提案というのは一般職のままの制度なわけですが、これは、政府にはもちろん聞いておりますが、あえてその、一般職のまま、なかなか複雑なですね、仕組みを使って、特別職で本来やるべきそういう制度を一般職のまま入れてきているという、このあえて一般職のままやってきているということの、そのメリットというのは何か、逆に本来は一般特別職でやるべきではないかというふうにはストレートに単純に考えると思われるわけですが、なぜあえて一般職のままで制度設計してきたんだろうか、一般職のままでやることのあえていうメリットは一体何であるのか、この点について先生にお伺いしたいと思います。下井参考人お願いします。ありがとうございました。あくまでも推測にとどまるとしか言いようがないということを最初にお断りしておきますが、まずは一つは大きな変革は避けたかったのではないかということ、定員の問題がございますので、特別職になってしまうとその問題が出てくるかと思います。それから、あとは、今回の幹部職員等につきましても、当然すでに公務員であった方からその登用するということもいっぱいあるわけですけれども、仮に特別職を大きく活用するということになった場合、一般職の方から特別職に任用するとなると、それは今までの任用体系にかなり大きな変化が出てきて、当該公務員の給与体系とか、そういうことにいろいろ響いてくると思われます。ですので、そういった大きな変革は避けて、今までの制度を前提に、さほどラディカルではない改革にしたい、そういう趣旨ではないかと、あくまでもこれは推測でございますので、その点は留保していただきたいとは思いますけれども、以上でございます。ありがとうございました。大熊君。ありがとうございます。同じ点、朝比奈参考人にも、現場のご経験を踏まえてですね、教えていただければと思います。はい、朝比奈参考人。はい、ご質問どうもありがとうございます。私どももですね、もともと今日提示させていただいているような提案の中でも、司令塔組織に入っていくような人は、本来特別職の方が、これ特に私どもの考えでは、やはりその給与の問題で見るとですね、やっぱり一般職ですとなかなかその既存の給与体系にどうしても縛られますの で実際有能な人材を外から連れてくるとなるとですね、やっぱりその給与の昇給という問題が出てくるので、この辺は特別職公務員でその司令塔組織においてはですね、処遇した方がいいんじゃないかというような提案もさせていただいたことがございます。一方でその今回 の法案等々を見るにですね、これ与党のものですけれども、基本的にイメージされているのが、かなりその人数的に言うと600人ぐらいの幹部の運用ということになってきますので、そのレベルで全部特別職にするというのが果たしていいのかどうかというところは、論点だと思いますので、これは今後の運用等を見ながらですね、やっぱり実際に、先ほど来申し上げているような縦割りを排除するような形でのですね、人事運用する際に、有能な人材がちゃんと投与できるのかというところとの実態と合わせてですね、検討すべき問題かなというふうに考えております。大熊君。ありがとうございました。一つ前の下井先生のお話で、大きな変革、ラディカルな変革ということをしたくないのではないかという推察のお話が、ございましたが、ここでやはりもう一つ推察のご答弁で結構なんですけれども、そのような、
ことをやはり考えているのは一体どういう、まあ、グループであるのかということ、まあ、これ一般的にはですね霞が関の人たちではないかというふうにですね推察は、できるわけなんですが、その点、まあ、あくまでも推察で結構なんですが、教えていただければと思いますが、はい、下井参考人、申し訳ありませんが、それはちょっと単なる一法律学研究者としては何ともお答えできかねますので申し訳ありませんが留保させていただきたいと思います。申し訳ありません。大熊君、失礼いたしました。それではですね、島田先生がおっしゃった最高裁の判例、でもって公務員そして一般の勤労者も同じなんだという、お話ございました。でその中でですね、そうしますと、この公務員の中で、一般職のままであると、要するに幹部職員であろうが、下の方の方であろうが真ん中の方であろうがですね、引き続き一般職ですということであれば、まあ、同じ、まあ、身分といいますかなわけでございますから、そうしますと勤労者としては当然、権利一般、持っている権利一般、これは同じであると、例えば何か不都合があったときに人事院に不服申し立てをするんだと、そのときに人事院がどのような検討をするのか、それは事務次官だろうが課長補佐さんだろうが、それは持っている労働者権利は同じだから同じような判定が出てくるんだと、こういう認識で大体合っているのかどうか教えていただければと思います。島田参考人。今おっしゃられた点で申し上げますと、まあ、基本的にはですね、一般職の公務員に国家公務員法は適用になっておりますので、それに伴う制度については、まあ、同様の、まあ、身分保障を持っていると、まあ、このように考えることができるというふうに思います。ただ、まあ、事案によってはですね、もう完全にそのいわばその当局の一員としてですね、行動せざるを得ないということになりますと、まあ、その地位の、まあ、特殊性との関連で、具体的には部分ではですね、制約が出てくる場面もあろうかと思いますが、まあ、基本的には一般職という限りにおいては同様というご理解でいいのではないかと思います。大熊君。同じ権利の点について宮垣参考人にも一言お願いいたしたいと思います。それでは宮垣参考人。ご質問ありがとうございます。島田先生同様、一般職の国家公務員については同様に、事務次官であろうが課長補佐であろうが一般職であろうが同じ、権利が適用されるというふうに考えております。大熊君。ありがとうございました。続きましてですね、朝比奈参考人から教えていただければと思うんですが、今回の制度設計でですね、まあ、4年前もそうだったんですが、幹部候補育成課程っていうのが、措置されようとしているわけなんですが、これはまあ言ってみると日本代表のジュニア版のような、まあ、いわゆる日の丸官僚を育てるというような、そういう、まあ、これまでにない仕組み、新しい仕組みだと思うんですが、ただまあ私が思うにはちょっと残念なところはですね、これは政府としての基準を内閣総理大臣が作るとはなっているんですが、設置運用は各省がやると、こういうことになっているわけなんですが、ここはやはりですね、内閣人事局が日の丸官僚ジュニアを育てるんであればですね、設置して運用した方がいいんじゃないかと、まあ、場合によっては一部、まあ、委託的な意味でですね、各省に実施をするしてもらうというのもあるかもしれませんが、首都中から言うと市は内閣人事局の方がよろしいんじゃないかなと目的からしてですね、思うんですが、この点について朝比奈参考人のご意見を伺いたいと思います。朝比奈参考人。はい、お願いします。ご質問どうもありがとうございます。先ほどこれはあれかな、別の先生のご質問の時にですね、少しお答えしたんですけれども、やっぱり日の丸官僚といいますか、先生の表現だと日の丸官僚、その全体を統合してですね、きちんとした政策を出していく官僚においてはやっぱり2つの要素が非常に重要だと思ってまして、やはり1つはやっぱり専門性なんですよね。でこれいろんな製造業の例を見てもですね、やっぱりその
まあ、非常に大きな概念は正しくても、やはり現場のことがよく分からずにですね、まあ、大きなふわふわしたことだけを言ってしまって、結局その企業全体としてうまくいかなかったという例も多々ございますので、やはりその現場の専門力とですね、そしてあと同時にですね、しかしそうなると縦割りになってしまいますから、その視野の広さって両方必要だと思ってまして、で私自身ですね、まあ、幹部候補育成課程の中でですね、それをどういう割合で入れていけばいいかというのは、まあ、これからの実態との中で議論していくべき話だと思ってまして、でそういう中ではですね、先生ご指摘の通り、今後 の運用としてですね、それは、まあ、内閣人事局の方でどちらかというと総合的な視野をつける方をですね、重点的に入れていくということであればですね、先生のおっしゃるような方向に持っていけばいい話かなというふうに考えております。大熊君、ありがとうございました。もう一点ですね、給別定数をですね、今回、自治院から、政府の方にですね、まあ、設定の権限を移すということなんですが、しかしながら、人事院の意見を十分に尊重するという、4年前は、まあ、ただ意見を聞くということだったところが、今回十分に意見を尊重というふうに、まあ、やや表現が強められたところなわけですが、そうなりますと、ご経験から実際にですね、実務の各役所の皆さんからするとですね、要はその人事にも行かなきゃいけない、それから内閣人事局にも行かなきゃいけないっていうこの、まあ、二度手間が起こる、その調整コストを減らさなきゃいけないんだっていうふうに冒頭お話あったと思うんですが、これだとかえって調整コストが倍近くかかる、あるいは倍以上かかってしまうんではないかという懸念を持つわけなんですが、この点について朝比奈参考人のご意見をお願いします。朝比奈参考人、はい、ご質問ありがとうございます。先生ご指摘の通りですね、そのリスクはあると思っています。で私自身、まあ、先ほども少し申し上げたんですが、まあ、機構転移要求等々する中でですね、結局その給別定数の縛りの兼ね合いとかですね、でその背後にあるその財政的な問題で結局給与共済係との関係とかですね、まあ、いろんなところの調整コストがこれ高まってしまうと、これはまあ意味がないと。で今回の改革で非常に大事なのは、まあ、やはりその縦割りをどう打破していくかで、そういったですね、まあ、どういうランクの人材をどのようにその登用していくのかということを、まあ、中央で一元的に決められるということが重要でございますので、もしそういう過程においてですね、実際に、まあ、その人事にこう日産しなきゃいけないというような状況が起こってくるようであれば、それはその、まあ、法律の立て付けでありますとか、あるいはその運用の実態とかっていうのを変えていくべき話なのかなというふうに考えております。大熊君、ありがとうございました。まあ、あと 1,2 分でしょうか。私思いますのは、今回、まあ残念ながらですね、まあ5年前の基本法でそもそも入らなかったので、一括採用ですね、今回の法案でも残念ながら、まあ、入っていないということで、まあ、今回のことではないんですが、将来的にですね、各所で採用されているというような、そういう制度とですね、それから一括採用という制度を比較して、メリットと、それからデメリット、どういったところがあるのか、また朝比奈参考人に教えていただければと思います。それでは朝比奈参考人、はい、ご質問ありがとうございます。私はですね、これ一括採用と一括任用というのは結構まあ一体だと思ってまして、で今もまあ見方によってはですね、みんな人事院の試験を受けて一括で採用されているというふうに見ようと思えば見えないこともないんですね。しかしまあ実態はまあ先生ご案内のようにまあ各省が採用しているという状況でありまして、で私の試験といたしましては、まあ、先ほど来申し上げているように、まあ、専門家集団を霞が関にどう作るかというのが大事な中で、実際そのじゃ法律職です、経済職です、土木職です、まあ、あるいは新しい職もどんどん作っていいと思うんですけど、そういった専門家を採用して、でそれが各省に一対一で張り付くということではなくてですね、例えばその、まあ、土木の専門で入られた方で、まあ、農水省で、行ったりですね、まあ、国交省に行ったりという形で、その専門家ごとにいろいろ運用していくというのは大事でありまして、その、まあ、採用と任用のところのですね、組み合わせということが非常に大事になってくるのかなというふうに考えております。大熊君、本日は4人の参考人の皆様方、どうもお忙しいところありがとうございました。以上で終わります。
次に塩川哲也君。委員長。塩川君。日本共産党の塩川哲也です。今日はあの4人の参考人の皆さんからそれぞれのご専門立場から貴重なご意見賜りありがとうございます。それで私の方からは今日はあの労働基本権に関連してあのご質問をいたします。で最初にあの島田参考人と宮垣参考人に ILO 韓国の意義についてお尋ねしたいと思っております。で島田参考人はあの労働学の立場から公務員制度を研究され、2008年の基本法において、自律的労使関係制度を阻止するとされたにもかかわらず、今回の法案では置き去り、バランスに欠ける、実現のめどを示さないのは妥当性に欠けるということを述べておられ、ILO 韓国についても触れられました。これはあの政府のこの ILO 韓国についての受け止め、答弁はあの聞きますと、ILO からは我が国の公務員の労働基本権の制限に関して勧告されていますが、その内容は基本的に公務員制度改革について関係者と十分話し合うことや、改革の進展について ILO に対する情報提供を続けることを要請したものと認識しているという、非常になんかの軽んずるかのようなこの答弁として受け止めておるわけですけれども、その点であの島田参考人、この ILO 韓国の意義、重みについてのお考えを聞かせていただきたいということと、合わせてあの宮垣参考人も、全労連、国労連として、ILO への申し立ても行ってきたということで、8度の勧告も行われております。この韓国の意義、重みについて、意見陳述に加えて、補足的なことがございましたらご意見を賜ればと思っております。それではまず島田参考人。ご質問ありがとうございます。ILO という、組織はですね、厚労省によって政労使によって作られている三者機関なんですが、この勧告を出しているのは結社の自由委員会でございますので、専門家集団でございます。で専門家というのをどう評価するのかというのがなかなか我が国では難しいところがあるのかと思うんですが、どういう方々かというと、国際労働法の、権威といってはなんですが、そういう方々が集まられています。でその方々がもちろんその、ILO というのはあくまでも勧告でございますので、拘束力があるものではございませんので、国内の政府のさまざまな努力というのも勘案して、その時々に応じてですね、適切な文言で、必要なことをですね、勧告をしていると、こういうふうに考えております。ではこれ最終的にどうなるのかといえば、最後の最後いけば国際司法裁判所ということになるんでしょうけど、そういうことになったとしても、これは ILO の専門家の話を聞いたところなんですが、結局そういう時に選ばれるのは、自分たちのような専門家なんで、その ILO の決勝の自委員会での意見というのは、結局、最終的な判断というふうに考えてもらっていいんだというふうに聞いております。でそういう意味では、確かに勧告ではありますけれども、非常に重要なその重みを持っているというふうに私は考えておりまして、そういう点から言いますと、表現は国際機関が国に対して言っているので、かなり、温和な形を取っておりますが、やっぱりそこの言葉をですね、の真意といいますか、この間一貫した流れがあると思いますので、それを踏まえて読んでいますと、やはり早急にこの問題はその解決をすべきであるということはですね、読み取れるのではないかというのが私の意見でございます。それでは宮脇参考人お願いします。ILO の国際労働基準から見ても、日本では公務員の労働基本権及び政治活動の自由が大幅に制約をされているわけでございます。先進諸国では公務員にも労働基本権がおおむね認められていますし、そういう点では ILO 韓国というのは先進国の国際社会が日本政府に対して日本の公務員の労働基本権を速やかに回復するように求めているものだというふうに私どもは考えているわけであります。よく
ヨーロッパの労働組合と懇談をしたり、あるいは ILO の労働者会議のところに行きますと言われるのが、日本政府のおっしゃっていることは、日本の中では主張されていても、ILO の国際の舞台までは、世界の非常識になってしまうということをよく言われているわけでございまして、そういう点では国際社会の要請に日本政府も応えていただきたいというふうに考えているところであります。塩川君。ありがとうございます。続けて宮脇参考人にお尋ねをいたしますが、この ILO 勧告の受け止めとして、政府がこの公務員制度改革について関係者と十分話し合うこと、こういう要請と認識しているということなんですが、当事者としてこの公務員制度改革についての関係者と十分な話し合いを政府が行っているのか、この点について、経緯等を含めて、ありましたらご意見を賜りたいと思います。宮脇参考人。お答えいたします。実は2002年に、全労連と連合が公務員制度改革でああいうのを提訴いたしました。その背景については、実は日本政府が2001年6月の29日に公務員制度改革の基本設計を公表して、12月の25日に公務員制度改革大綱を閣議決定しました。その大綱では公務員の労働権益の制約については、これに代わる相応の措置を講ずることを今後も確保しつつ、現行の制約を維持するとしていたわけであります。政府が公務員のストライキの一律全面禁止、非現業公務員の団体交渉権の制限を意味する労働基本権制約の現状維持を国交労連などに提案したのは、実はこの大綱が決定をされる直前の、2001年の12月の19日でございました。12月25日は大綱を決定するわけでありますから、もう6日前であります。ところが2001年6月のILO総会では、日本政府が公務員制度改革を労使協議も抜きに進めている状況に国際的な批判が集中をして、労働組合との交渉協議を国際公約をせざるを得なかったわけであります。しかし政府はその国際公約を保護にして、労働組合との誠実な交渉協議の努力を尽くさずに、労働基本権制約の現状を維持したまま、人事院の機能権限を支給させて、政府各省当局の人事管理権限を拡大する大綱を一方に決定しました。で、そういうことから、全労連と連合が現状の公務員制度改革が ILO 条約に違反する内容を持っていること、そして公務員制度改革でその違反状況が一層深刻となることを中心に、2002年2月3月に ILO に提訴したわけであります。人事院の機能権限を縮小させて、使用者たる政府の人事管理権限を拡大するのであれば、労働基本権の回復は到底のことという思いでありました。今でも今回の、法律案でもその思いは一緒であります。で、政府の皆さんは労働組合とのコミュニケーションを図るというふうに言われているんですが、今回の公務員制度改革をめぐっても、政府公務員制度改革推進部局との交渉は5回ありましたけれども、そのほとんどが政府の考えを一方的に説明する、あるいは意見を聞くとの視点に留まって、不誠実な態度に終始をされてきたわけであります。以上でございます。塩川君。ありがとうございます。次に給別点数に関して、人事院から政府に移管する件ですけれども、この点について島田参考人と下井参考人と宮脇参考人にお尋ねいたします。この人事院がこの委員会でも答弁、総裁答弁をしておりますけれども、この給別定数の設定改定は内閣人事局が所掌することになるが、今回の法案において、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見を聴取し、これを十分に尊重することとされている。これによって、労働基本権の制約の代償機能が確保されることになると考える、このように述べておるわけですけれども、これで代償機能が確保されると言えるのかという懸念を持つわけであります。で、例えば実際にその給別定数をに対して意見を述べる、意見を、で、それに対して、内閣人事局側で、十分に尊重するといった場合でも、実際にその意見の重荷を持つような
実際のその中身が伴わなければならないわけで、そういったその作業を実動部隊としてやるような人員がどうなるのか、例えば人事院の給与2課が内閣人事局に移るようなこともあれば、実際にこの給別定数の問題について議論する、深めていくという意見を述べるその中身も伴わないんじゃないのか。でそういった制度設計そのものはこの国会には何ら示されていないわけであります。なんか口約束みたいなだけでそれで大丈夫だと言われても、傍から見たらそんなのはちょっと容認できないよと、こういう声が上がるのも当然で、この対象機能が確保されているのか、給別定数の問題について、それぞれ島田参考人、下井参考人、宮脇参考人に一言ずついただければと思います。はい、それではまず島田参考人。先ほどもご質問にお答えしたことかと思いますが、あくまでもその給別定数というのはこれまで勤務条件に密接に関連をするというふうに取られてまいりまして、今の最高裁判例との関連で人事院の代償機能という意味では非常に重要な位置だったと思っております。でそれがやはり内閣人事局に移るということですので、仮に意見がを反映する可能性があるからといって、憲法上の基本権の断章措置としてはやはり不十分なものになっていが、いったと、いうふうに考えるべきだろうというふうに思っています。でつまびらかにはできませんが、その人事院としてはそういうことを言う権限を、意見を言う権限を残すことによって、言ってみればこう組織として守ったということはあるかもしれませんが、代償機能を守ったというふうには評価できないのではないだろうかと、このように思っております。続いて下井参考人。ありがとうございました。お答えいたします。まず代償機能は弱まったということは否定できないと思われます。ただし、他の代償措置との比較を考えたときに、例えば給与勧告もこれも拘束力がないわけですので、その意味では、バランスが取れているのかもしれません。したがって代償機能が弱まったということは言えても、じゃあそれが代償機能ではなくなったとは必ずしも言えないというのが私の意見でございます。なお十分に尊重するという文言が条文にあるわけでございますが、これを多少敷衍した解釈としまして、例えば実際に人事院の意見が通らなかった場合に、内閣人事局の方でなぜ、その人事院の意見を聞かなかったのか、そのことを説明しなければいけないといったような義務を、課すと、そういう解釈は可能であろうかと思っております。それによって多少なりとも弱まった代償機能の弱まりは多少手当てはできるかなと考えます。以上でございます。はい、最後に宮脇参考人。法律に十分に尊重するというふうに書かれていても、それが担保されるかどうか非常に懸念があるところでございます。実は雇用と年金の設備をめぐって人事院が2011年9月30日に定年延長を求める意見の申し出を国会と内閣に対して行いましたけれども、しかし、政府はそれを無視をして新年度目前の3月23日になって従来からの再任用制度による雇用と年金の設備をなぐことを決定をしたとが実態でありまして、意見の申し出さえ無視をする政府が法律に、尊重すると書いてあったことを 100% 尊重していただかなければ、私は労働基本権制約の代償機能を果たすことにならないというふうに思っているところでございます。塩川君。ありがとうございます。朝比奈参考人に、直接の意見陳述そのものは幹部人事政府全体における問題でしたけれども、この労働基本権の回復の問題については一般公務員における労働基本権の制約の問題、それに対する人事院という代償機能の役割の問題、これに関して当然今の法案に当たりましたこの給別定数の問題など課題もあるわけですが、その件について朝比奈参考人のお考えについてお聞かせいただけないでしょうか。朝比奈参考人。ご質問ありがとうございます。私は代償機能については、一定程度は確保されているというふうに認識しておりますが、先ほど申し上げた一言、若手公務員としての元の立場で申し上げれば、やはりですね、いろいろその
まあ、長期残業とかですね、まあ、休日出勤とかそういうのを常態化しておりまして、まあ、それがその必ずしもその労働組合としての組合交渉の話とですね、有利した形でですね、存在しているというところが、まあ、結構問題の根源だというふうに思っておりまして、で、まあ、その結局ですね、まあ、労務管理、まあ、そういったものに対するですね、評価、まあ、こういったものが直接的には一番最初に聞いてくるんだろうというふうに思っておりまして、でその点をですね、非常に今回幹部人事等を考える際にですね、勘案されるような流れというふうに聞いておりますので、その運用を期待したいというふうに考えております。塩川君、質疑終了です。ありがとうございました。次に村上文義君。委員長。村上君。生活の党の村上文義です。私が最後の質問者となりますのでよろしくお願いいたします。いつものことながら最後でございますけれども まず朝比奈先生、島田先生にお伺いをいたします。総論的なことで恐縮ではございますけれども、まあ本法案のですね、まあ、肝でもあるこの幹部職員の一元管理、まあ、そのための内閣人事局の設置など、まあ、政治任用をまあツールにしてですね、国の重要政策を政治主導で実行できる、そういうものを、まあ、作っていく、確立をしていくということが大きな目的でございます。ところが、まあ、本法案とは関係ありませんけれども、まあ、国家安全保障会議、あるいは、国家戦略特区など、内閣総理大臣や、内閣に、まあ、権限を集中する形で、政治主導で、まあ政策を実行していこうということになっております。ところが、まあ私はちょっと心配するところがございまして、あまりにも所掌事務が多すぎて、政治側の方からですね、全てに関与できないままに、結局事務方官僚に頼らざるを得ない、いろんなメニューを官僚側から提示を受けて、まあ、最終的に決めるのは政治側でありますけれども、その中でいろんな官僚側の思惑が入ってくるということも考えられますので、政治主導という、そういう強い思いとは裏腹にですね、結局官僚依存になってしまうのではないかと、そういう恐れを私はこの法案でも感じているんですけれども、その点に対するご見解を両先生にお伺いしたいと思います。それではまずどちらでしょうか。朝比奈参考人か。はい、ご質問どうもありがとうございます。私は結論といたしましては、まあ、現在の制度に比べてですね、特別その官僚主導が強まるということはまあないというふうに思っております。ただまあ先生のご懸念のとおりですね、実際政治主導を目指して、制度を変えたものの、まあ、実態的にですね、あまり変わらないという、まあ、こういう事態は十分起こり得る可能性はございまして、まあ、先ほど来申し上げてますようにですね、まあ、したがって運用ということがまあ非常に重要になってくるのかなというふうに考えております。次に島田参考人。私、まあ、労働法が専門でございますので、あまり適切なご回答はできないかと存じますが、まあ、この問題につきましては多分政治主導でやっていくため そのスタッフとしての幹部職員というのはおそらく必要でしょうし、まあ、それを確保することは必要ですだと思いますが、それをその現在のようなその一般職、しかも600人規模で一元管理というのが実際に可能なんだろうか、まあ、そういう点ではむしろこれは政治任用の特別職のスタッフとしてあり、一般職としては政治的中立性を持ってですね、まあ、役職を果たしていくというのが適切なのではないかと、このように思います。村上君。ありがとうございました。いわゆる政治と、まあ、官僚のそれぞれの、まあ、総括ではありませんけれども、そういう問題は日本だけではなくて、アメリカ、失礼、ドイツでも、イギリスでも、フランスでも、
今現在起こっている、そういう中で今両先生が言われたように、まあ、もちろん運用も大事ですし、それ、支えるいわゆる政治任用のスタッフ、これの充実が、この法案ではなかなかそこまで、充実した内容になっていないということで、やはり実のある公務員制度改革を実行するためにはまさにそこに、注力する必要があるのではないかなという面で、今両先生にお聞きしたわけでございます。それでは次に、島田先生そして、下井先生に、お伺いをしたいと思います。もう何度も出ている質問でございますけれども、まあ、ILO の勧告が、もう十数年ですかね、ずっと勧告を受けている状態で、前に進まないという現状でございます。私も3年ほど前に、その時は与党でありましたけれども、労働基本権の付与の問題で、当時、各党に質問をさせていただいて、それぞれが、もう基本権の付与については、検討して、まあ、実現する段階だという、まあ、答弁もいただいておりましたけれども、残念ながら今回の法案ではそれは全く規定がないということであります。私自身は、やはり非現業の一般職に対しては労働基本権を付与するということのがやっぱり大事だと私は思っておりまして、それに合わせて人間制度は廃止をしていくべきだ、それをこの法案に規定すべきだと思っております。先ほど島田先生も、公務員制度改革をする上で、バランスを欠いているということもおっしゃいました。単にその労働組合に、その権利を与えるというだけではなくて、公務員制度のそのものを全てに渡って改革をしていくという視点から言えば、当然、付与する規定を設けるべきだというふうに思っております。合わせて、人事院のいわゆる廃止論がございます。この点についても両先生のご見解をお伺いしたいと思います。それではまず島田参考人から。先生ご指摘のとおりと思います。まあ、何度申し上げますが、国家公務員改革法の12条で、自律的労使関係制度を阻止するというのがありですね、かつ法案まで、きちんとできておりますので、まあ、少なくともそれを早期に実現していただきたいと、このように思います。で、それが実現すれば、おのずから人事という制度自体はですね、大幅な改変を経て廃止の方向に行くのだろうというふうに思っております。それでは次に下井参考人。ご質問ありがとうございました。私も基本的には労働基本権の回復というものを目指すべきだろうと思っております。ただし、先ほどもありましたけれども、どのような公務員にどの程度の労働基本権を与えるかというのは、これはかなり細かいところにわたって考えなければいけないことでありまして、例えば葬儀権について、例えば警察官とか、あるいは航空管制官とかというような人たちにまでも全面的に葬儀権を認めるというわけには、それはやはりいかないだろう。から協約締結権にいたしましても、これもいろんな幅がある話でございまして、先ほどの申し上げたことの繰り返しになりますが、公務員の給与を全面的に協約に委ねるというのは、私やはりはそれは問題があると思っております。従いまして、基本権の回復というのは重要事項ではございますが、仮に回復させる制度を取ったとしても、全面的に回復、民間企業と全く同じというわけにはいかないと思います。つまりある程度の制約はこれは必ず必要、その限りにおいて代償措置は当然必要ですので、人事院を廃止することはできない、廃止してしまうと憲法上の問題が生じるというふうに考えております。以上でございます。委員長。村上君、ありがとうございました。続きまして、元官僚でいらっしゃいます朝比奈先生と、それと労働組合の委員長でいらっしゃいます、宮垣さんに、お伺いしたいんですが、言われて久しい、天下りの禁止の問題です。なかなかその天下りというものが根絶できない
ということで、まあ、あの本法案にも期待はしたんですけれども、そこが全く、まあ、欠落しているということで、まあ、この辺の、その天下りを、まあ、禁止、していくための、まあ、あのアイデアといいますか、官僚側から見た、見解をですね、お伺いしたいと思います。朝比奈参考人。はい、ご質問ありがとうございます。まあ、天下り対策にはですね、多分その短期的な施策と、まあ、長期的な話と2つあるというふうに考えておりまして、で短期的な方はですね、まあ、まあ、今般もいろいろ議論には上っておりますですね、まあ、罰則をどうするのかとか、まあ、そういう話になるんですが、私はより大事なのはやはり長期的な話だと思っておりまして、結局ですね、まあ、これ人事全体の問題ですから、その上から出ちゃダメよと言ったところ ですね、下からまあどんどん来るわけですし、で、まあ、いくら負債でもですね、まあ、いろんな形で、まあ、抜け穴を作っていくと、まあ、こういう話になるわけですし、まあ、それは今ちょっとその国民目線でやや悪意に申し上げましたが、まあ、元官僚というか中にいた立場で言えばですね、まあ、一生懸命働いてきたのにですね、こう出口が、ね、ないと。でこれじゃあその定年延長の話もございますけれども、まあ、結局じゃあ下の指揮とかいう話も関わってきますし、で、まあ、長期的にはですね、これ全員が全員そうというわけにいかないと思うんですけど、結局ですね、これ若手官僚のキャリアステップの話とも合わせまして、結局専門性をどうつけるかということになると思うんですよね。で今問題の天下りはこれ、まあ、釈迦に説法でございますけれども、結局その本人のエキスパティーズ、専門性と全く関係ない形で、なんかもう全然違う財団のですね、理事になるとか、まあ、こういう形がまあ非常に問題でありまして、これはまあ本人にとっても不幸なんでありますけれども、まあ、そういう意味では、まあ、先ほど来意見陳述で申し上げさせていただいておりますように、やはりその役人にですね、いかにこう専門性をつけるかと。でこれはその役人 の処遇という話だけではなくてですね、先ほど来申し上げているように、結局その政策立案能力をどう高めてですね、本来的に国民のための政策を作れる官僚制度をどう作るかという上においても、実は非常にその専門性というのは重要な課題でございまして、そういう意味では、まあ、専門性をより重視するということがですね、その天下りという対策から見てもですね、政策立案能力の向上という意味から見てもですね、まあ、一石二鳥と申しますか、そういう意味で非常に大事になってくるのかなというふうに考えております。それでは宮脇参考人。ご質問ありがとうございます。天下り問題について国交連は、各省庁が関係団体や民間企業に対して半ば強制的に再就職を斡旋するようなことは禁止されるというのはもちろんのことでございますし、すべての天下りを禁止をすべきだというふうに考えています。ただその後の対策としては、本来的には人事院が国会と内閣に対して意見の申し出を行っているように、年金が満額支給される65歳まで休んして勤務できるような体制を整備するやというふうに考えております。委員長。村上君。ありがとうございました。長時間参考人の先生方には、貴重なご意見をいただきましたことをお礼申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。この際一言ご挨拶を申し上げます。参考人の皆様におかれましては、今日は貴重なご意見を伺わせていただきありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼申し上げます。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。お疲れ様。